きチャンネル。ちょ、こんにちは。さあ、毎年恒例、梅雨時、はい、梅雨明け、うん、夏前、はい、ビッグイベント、はい、とうとうやってきました。野球界をざわつかせ、はい、12球団トレードに出してあげた方がいい選手企画。まあもう毎年恒例4回目ぐらいの企画ですね、もうね。そうそうそう、すでに、うんうん、でもこれはもうね、はい、浸透してきて、はい、ポジティブ動画として。そう、最初はそんなこと言うんですかって思ったけど、うん、もうトレードはポジティブ、トレードで成功してる人いっぱいいるから。その現役ドラフト見て、はい、もう細川と大竹なんでもう、うん、オールスター出るんちゃうかっていう勢いだからね。本当ですよね、うん、環境を変えただけでこんなに変わるんだって、ね、あとロッテの大下見て、はい、ずっと一軍いいんだよ、はい、ずっと二軍だったのに、はい、ほぼほぼ、うん、でも大下のね、肩書き変えるわ俺、はい、神戸の大下だったんだよ、はい、神戸グリーンスタジアムの時だけめっちゃ打つね、はい、だけね、うん、だから神戸の大下って言ってたんだけど、はい、神戸の大下じゃなかった、はい、実は、うん、兵庫の大下だった。あ、甲子園でも売ってたもん、はい、兵庫がいいんだよ多分。あ、でも環境があるんですかね、うん、空気があるのか、うん、でも結構頑張ってるしな、はい、現役ドラフトの、うん、まあ、広島のトレーとかもね、はい、まあ、行ったり来たりだけどいい感じでもできてるしね、うんうんうん、そう考えたらよ、はい、はもうポジティブだから。トレードはポジティブですね。そう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 、うん、だってまだできるっていう人は出ていくわけですからね。そう、もうダメなやつ言わないからね、はい、こんなのもこんなやつもどこ行ってもダメだよみたいなやつ言わないからね、うんうんうん、そうですね。俺が名前挙げるってことは、うん、まだチャンスあるよと、うん、でもこのチームじゃもうちょっとチャンスないから、うん、それだったら他に出してあげて、うん、チャンスあげた方がいいんじゃないのっていう選手だから、ね、はい、俺は期待してる選手だから、うん、お、期待されてる選手を挙げていく、はい、まあね、うん、オープニング、はい、初っ端は、うん、サムネにもあるように、はい、巨人です。お、いきなりもう今だって巨人大事だから、はい、ちょっともう補強とかした方がいいんちゃうかっていうね、うん、だってK 鈴木と、はい、ね、疲労がトレードしたようにね、うんうん、まだ動くんちゃうかっていう中で、はい、早めに出しとかないと、うん、動かれたら困るからね。そう、そうですね、はい、だからトレードあるかもしれない球団から出ていくかも分かんないこの動画の出す順番ですね。だって7月31日が期限だから。そうか、そうか、うん、やっぱこのね、うん、後の方にだから俺がこう順番今思いついたけども、はい、これあれだね、トレードあるかもね、チームから出していくかもしれない。わかりました。そうじゃないとな、はい、トレードせっかく取ってんのに、うん、トレードになった後だったらね、もう行われちゃったらね、うん、あれだから、うんうん、今日巨人から、はい、一番まだトレードありそうだからね、はい、巨人はね、まずピッチャー、はい、この選手を出してあげましょう、はい、高橋優輝。高橋優輝投手か。そう、ドラフト1位、うん、もう、うん、トレード。いや、私去年とか一昨年とかにもう優勝するのは高橋優輝投手が鍵だっていうぐらい、なんかすごい結構、ね、うん、まあ、期待というかジャイアンツで活躍するだろうなって思ってたんですけどね、先発として、うん、まあ、今年はね、うん、1軍で4試合登板、はい、先発3試合っていうね、うん、まあ、ロッテ戦はね、先発が平内が行って、はい、まあ、第2先発みたいな感じで4回3分の1投げて、うん、ロッテ打線を、ね、1失点で抑えて、はい、で次、ね、先発やって、はい、オリックス2回3分の1で、はい、2失点というところでね、はい、まあ、これが一軍最後の、うん、今登板になってるけども、はい、俺はまだね、高橋いけると思うんだよ、うん、いけると思うけど、はい、もう巨人ではチャンスないと思うの、うん、だって菅野も復帰してきた、はい、で、戸郷がいる、うん、で、横川、はい、で山崎伊織、うん、でメンデスもいるし、はい、あと赤星とかも投げるし、はい、うん、あとグリフィンもいるから、うんうん、チャンスないと思うね、うん、このままいても。そうです、ね、でリリーフは今村とかも帰ってきたし、はい、で高梨もいるし、うん、左ね、うん、だからチャンスないと思うね、このままいても。でも俺、うん、このオリックスの試合も交代して惜しいのよ、はい、まあまっすぐ、両コースまっすぐでスライダーっていうところで、うん、ちょっと今チェンジアップの制球力が悪いのよ、はい、これチェンジアップの制球力さえしっかり来たら、うん、いい形でいけると思うから環境変えようっていう、はい、しかも巨人でもチャンスないから、はい、まだいけると思うね、うん、高橋優輝。そうか、チャンス、まあ、もうないのか。今の巨人だとちょっとなかなかね、26歳からまだ若いから。そう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 、俺まだね、チャンスあるから、はい、でしかもね、うん、やっぱ巨人がここから逆転していくためには、はい、まあ、そこなりにいい選手を取ってこなきゃいけないわけじゃん、はい、特にリリーフね、うん、含めて。高橋だったら取れるでしょ、はい、これは高橋かなりいい存在ですよ。いや俺は高橋ね、はい、いいと思う。俺は、はい、トレードに出した方がまだいけると思う、はい、でチャンスないしね、うん、でも惜しいの、投球見れても全然ダメだと俺は思わない。ちょっと変えたらこうグッていく感じなんですね。そうそうそう、全然いけるから、うん、俺はもうチャンスないんだったら、まあ、出してあげた方がいいんじゃないのかなっていうね、はい、であとはね、
使わないんだったら、はい、あの桑原。ああ、直近だと、まあ、6月4日ね、うん、日本ハム戦、はい、4失点っていうところにね、うん、あるけども、はい、使わないんだったら、はい、俺はいいんちゃうかって思うよ。でも欲しいとこあると思うんだよね、うんうん、いいと思うからね、選手的には、うん、で、あとはね、は野手、はい、野手はね、うん、もう筆頭はね、好、はい、選手、はい、松原。あー、そうですね。いや、使わんやろ、もう松原一軍にはいるんですけどね。うん、うん、でももうだってさ、うん、多分そのこれ交流戦の最後でさ、はい、先発投げへんからさ、うん、先発を抹消して、はい、空いた分上がってきてるから、はい、多分その先発が投げる時に登録したら落とされると思うね、うん、あ、そっか。で、今年29歳の年やろ、はい、いやもうギリやろ松原。だってもうだって外野はさ、はい、だって丸が復調してきました、うん、でウォーカーとか外国人もいるし、はい、で梶谷でしょ、うん、で、オコエでしょ、はい、秋広でしょ、うん、だから秋広使うわけでしょ。あ、まあそっか、うん、そう思ったら枠ないですね、もうね。ないのよ、うん、で、松原なんてなんか3割ぐらい打っていい活躍してんのに、うん、次の年いきなり補欠とかになっちゃうじゃん。そうですよね、だって130何試合とか40試合ぐらい出た年ありましたもんね、うん、で、重信とかがもうダイソー要員でいるわけでしょ、うん、ってなってきたらさ、チャンスないやろ、うん、それだったら本人のためにも、はい、もう30にもなるしね、うん、来年、はい、再来年か早生まれだから、うん、俺はトレードに出してあげてもいいんちゃうかなっていう。そんでいい選手を取ってこようっていう、はい、やっぱいい選手取ってくるためにはそれなりの選手を出さなきゃいけないからね、うんうん、そうですね、うん、で、あとは北村、うん、あー北村、若林、はい、この2人。いや、だってもう門脇とか使っていくんやろ。そうですね、中山とか坂本選手の後もちょっと門脇選手とね、うんうん、中山選手っていうのが来てるとちょっと厳しくなってきますね。そう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 、うん、ってなったら使わないんだったら、はい、ね、北村とか、まあ、同一リーグだけど、うん、中日の代打とか弱いから代打とかいいかも分かんないしね、うん、はい、若林もスイッチいいしね、はい、感じ的に。そうですね、だから野手は使わないんだったら、うん、松原、はい、若林、うん、あと北村、はい、若林選手も、あ、ちょっと29歳なんだ、うん、こういい感じじゃん、はい、いい選手取れると。若林いい選手取れるよな、うん、外野を守れるし走れるしな、ね、スイッチで、うん、だから使わないんだったら俺は若林もいいと思うんだよね、うんうん、で、もちもまた2軍に落とすんだったら、はい、オコエとかも、うん、取ったばっかだけど、いやもう、はい、オコエが使えるって分かったわけじゃん、はい、みんな。あ、まあそうですね、いけるって、はい、で、それで、うん、もう今旬来てるわけじゃん、はい、で、それで、うん、お声を2軍に落とすんだったら、はい、もう、うん、お声のために出してあげた方がいいんちゃうかって思うところもあるし、はい、でも巨人の水が合ってる可能性もあるからね。そうなんですね、お声にとったらね、環境的に、うんうん、だから俺こうお声やな、1軍上げへんのやったらと思ってて、はい、動画撮ろうかなって思った前にオコエが一軍上がってきて、はい、またいい活躍してるから、うん、まあまあ、じゃあこのまま巨人だなと思って、うん、で、オコエが活躍すればするほど松原とかもいらなくなるし、そうですね、で、あの若林とかもいらなくなるし、うん、で同じ外野ですからね、で、北村とかも右だから、うん、いらなくなるしっていうところで、うん、もし使わないんだったら、はい、トレード、じゃあまあこの4選手ぐらいの中から出して、うん、リリーフやな、はい、まあ、リリーフ重要じゃん、うん、リリーフを取ってくる、はい、で、俺考えたの、はい、今回のこの大型企画、はい、13回目あるのよ、はい、12回で終わりじゃない、13本目があるの、あるの、はい、13本目で誰をどこにトレードするかやろう、あ、まあちょっと組み合わせ考えて考えて、はい、これこうがいいんちゃうかっていう、うんうんうん、その俺が挙げた選手の中で、はい、こういいんちゃうかみたいな、はい、をやろうかなっていう。そうですね、うんうん、まあ、もしくはこの選手取れへんかなみたいな、出さへんと思うけど、うん、この選手取れへんかなみたいな妄想、はい、妄想ね、妄想会をね、妄想会、はい、こんなの妄想会だから俺何の権限もないんだから。そうですね、妄想で言って、妄想と希望と、はい、その選手のために、はい、俺は言ってるだけであって、はい、じゃあ13本目は仮想トレードを行うってことで、そう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 、うん、だってあのこの前も昨日かロッテの西村に、はい、あったんで、うん、あの横浜スタジアムが帰るときに、はい、おー、まあ、めっちゃいいじゃないか、うん、提供の関係者の人もめっちゃ喜んでたぞ、うん、はい、まあ、あれだもんな、別にトレードされてよかったよな、
だって別にどこでも球団どこでも活躍できるとこが一番いいしな、はいって言ってました、うん、そりゃそうだよね、そりゃそうですよ、出られないよりは出たいですよね出られなくてもね、どの球団でもね、うん、出れるとこ行った方が絶対楽しいしね、うん、そういった意味ではね、うん、今回も力入れて、はい、まず巨人からお送りしましたけど、はいね、皆さんはね、うん、どう思うのかぜひコメント欄でお待ちしてます、はい、さあ第2回目と、はい、今回はロッテです、はい、ロッテもありそうやろ、トレードありそうですか、早めに、だってもう1回やってるしね、はい、西村と福田でね、うん、それで成功してるから、はい、今ね、まあ、この動画が出てる時はないか分かんないけども、はい、交流戦終わって3位に順位を落としてるけど、はい、まだ1位でもね2個アップしてるから、まあ、リーグ優勝するためには足りないとこ補強しなきゃいけないってなると、はい、まあ、トレードね、はい、俺あると思うんだよまだ、はい、ロッテはだから早めに出します、はい、じゃあロッテの、はい、トレードにこれね出した方がいいじゃないからね、はい、出して開けた方がいいだから、うん、これニュアンス全然違うよ、はい、トレードのように出したらいいんちゃうと、うん、出してあげた方がいいんちゃうって全然違うから、まあ、選手のために思ってる感はありますよね、そうそう、だからこれ間違わないでほしいんだよね、うん、はい、トレードに出した方がいい選手じゃない、うん、トレードに出してあげた方がいい選手ね、うんうん、千葉ロッテ第1位井上聖、アジャーですか、うん、うん、もう使わんやん、このままロッテにいたら引退行くだけよ、それから誰かの怪我待ちじゃん、だってもう今セカンドファーストは勢いのある池田ライトさんが、はい、出てきてポって掴みましたよね、あめっちゃ頑張ってるから指骨折しても出ててね、はい、でいい形で、まあでも池田はね、はい、まあ、ユーティリティだから他のポジションも守れるからあれだけども、はい、今ファーストに収まってるけども、うん、はい、これはもう使わんやん、まあ、もうハマりましたからね、うん、うん、井上、はい、怪我しない限り、でもなんかひょっとしたら山口がファースト来たりもするしね、あ、まあ、そっか、うん、確かに、でもこうホームランバッター系で言ったら山口選手とかもこれからまたさらにね、うん、成長していったりとかしたら、うん、ってなってくるともう今33歳だから最後のチャンスだから、うん、いいチームある、はい、でもそれは13回目ですから、あ、はい、そこで言うってことですね、そこで13回目だから、はい、いいチームある、はい、行くところね、うん、続いて、はい、第2回選択希望選手、はい、平沢大輝、ここで平沢は正直もうロッテでもうやるべきことないと思うねん、だって2軍で3割2分打ってんだよ、はい、で去年首位打者なんでしょ、はい、もうこのね藤原がまあ復帰してきたけど、はい、藤原が肉離れになった、うん、で高部が故障出るやつ、はい、で荻野が故障出るやつ、うん、してチャンスが回ってきた、うん、でその中で1軍でもホームラン打ったりね、うん、最初いいところで打ったり、うん、結局、まあ、こんな言い方したら厳しいけど、うん、単発では結果出るけど、うん、継続して結果出ないわけじゃん、はい、ってなった時にロッテの優先順位が下がってくるじゃん、うん、でも2軍ではめっちゃ結果出してるわけじゃん、うん、じゃあ他何やんねんって話じゃん、まあ、チャンスは今年もらってましたからねってなった時によ、うん、もうやるべきことは一つなんだよ、はいはい、ロッテっていう水が合わないから環境変えようっていう、うん、そうですね、もしくはセリーグに行ったりしたら、うん、全く違う相手とにもなるし、はい、うん、でしかもイースタンだったらセリーグのピッチャーを打ててるわけだから、はい、ひょっとしたらセ・リーグに行ったら成績が上がる可能性もある、はい、これはもう本人のためにもうチャンスないんだったらワンチャントレードに出してあげて最後の広沢としての勝負をねかけてあげさせてやってもいいのかなっていうね、そうですね、ところはあるね、はい、まあ、まだ25歳ですからね、そう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 、まだこっからグッてくる可能性は、うん、でも結局ね外野もその故障者でいなくなってこれだから、これ帰ってきた時にもっと優先順位が下がっちゃうじゃん、うん、そういったところでは、この平沢ワンチャン環境を変えるっていうのも俺はなくはないかなっていうね、うん、ところもあるんだよね、はい、あと菅野ね、菅野選手、はい、うん、菅野も2軍では結構いい形で出るんだけども、うん、1軍に来たら続かないんだよね、はい、今10打数1安打でも今1軍にね平沢とかって上がってきているけどもね、うん、ここでもう結果残せなかったらもうロッテでやるべきことがなくなるから、はい、ワンチャン移籍っていうのも選択肢の中に入ってくるのかなっていうね、うんうん、ところは俺はあると思うんだよね、はい、で続いて、はい、投手ピッチャーピッチャー第1回選択希望選手佐々木千早、おー、でも去年一昨年あたりかな、勝利の方程式入ってる時期ありましたよね、2021年、ね、1年、うん、で去年は23試合、あ、去年それぐらいか、うん、
でももうどんどんチャンスなくなってきてるから、はい、そのやっぱりいい選手出さないといい選手取ってこれないからね、はい、そう考えると俺は佐々木千早いいと思うんだよ、うんうん、で本人としても他のチーム行って、はい、先発薄いところとかリリーフ薄いところで言ったら、はい、チャンスあるからね、はい、そういった意味では今が出してあげた方がいい時なんちゃうかっていう、うん、だロッテも今だって先発がよ、はい、あのメルセデス、うん、佐々木朗希、うん、で種市、うん西野で三馬、うん、でカスティーヨ、うん、小島が、まあ、今投げてるのかな、はい、でなんかもう中6日とかにこだわらず中10日になったりもするし、うん、回ってる中で、まあ、チャンスが回ってきてないっていうところは、はい、まあ、ここからまあ、あるかも分かんないけども、うん、まあ、ないんだったら、うん、俺はトレードに出してあげた方がいいんちゃうかっていう、ね、お平沢選手に続いてドラ1ですね2人とも、うんうん、あそうそうなるね、はい、うん、じゃあ続いて、はい、鈴木翔またドラ1いきますいやだってもうあの左もさ、はい、元前とかが先発行っててさ、うん、まあ、そこそこいい形の試合も作ったりもしてるやん、はい、佐藤とかもね、うんうん、でリーフ坂本トレードで取ってきて、はい、いいわけじゃん、はい、で使わないんだったらいいの取れるよ。でもドライチまだ3年目ですよ鈴木選手って。そうそう、だからちょっとこれは言い過ぎな感、ちょっと早くない、ちょっと早いっていう、早いっていうのもあるけども、はい、うんうん、鈴木だったらめっちゃいい選手取れるよ。あ、でもそのために、うん、そうそうそう、めっちゃいい選手取れる、うん、はい、鈴木だったら、うん、どこを鈴木投手出したとして、うん、どういうどこのポジションをどういう選手取ってくるんですか。それは13回目、はい、あ、そうかそうか、そこまで待たないといけないんですか私も聞きたいよ。今は、そうそう、今は出そう、だからまあ、はい、今のロッテで足りないところっていうと、うん、まあ長距離砲だね、はい、普通に考えてね、うん、ホームラン2桁打ってる選手も誰もいないしね、はい、まあ、そうですね、うん、でピッチャーで言えば、うん、後ろはね今だったらあのペルドモ、うん、で増田、はい、で西村、うんうん、坂本、うん、沢村とかで、はい、まあ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 、うん、まあそんなバタバタする必要もないじゃんね、はい、いい形もできてるしね、うん、で、先発、うん、さっき言ったメンバーで先発のいい形できてるから、はい、ってなったらもう野手がね、うん、長距離砲欲しいじゃんね。そうですね、うん、まあまあ出せないだろうけどね、うん、まあ3年目だから ね、はい、そうですね。でも鈴木クラス出したらすっごい残ってこれるよ、はい、ね、うん、でもチャンスがないからね、はい、どうなんやろうっていうね、うん、ところはあるよね、はい、うん、であとは、はい、そうだね、まあ、あとはこの選手かな、中村俊。あ、まあ、同じ左でね、やっぱ坂本が来てちょっと行き場を失ってる人たちがいるからね、はい、で先発はまあ、小島はね、はい、いい形にあるし、うん、まあ、元前もねこの前6月10日広島戦投げて、まあ、2失点っていうところでね、はい、まあ、久しぶりだったけど、まあ、試合は作ったっていうところもあるから、うんうん、今年2試合投げて2試合とも抑えてるんですよ。でもなんで1軍いないんですかね。それはもうチーム事情で、他の人、その人がいいより他の人がもっと良かったら落ちなきゃいけない。そっか、枠がないから落ちないといけないか、うん、そうそうそう。でもそれでね、うん、まだ今26歳、今年で7歳でしょ、はい、うん、いい形なんだったら、はい、いいってことはいい選手取れるから、ね、うん、ですね、うん、だからそこら辺がもし、うん、使わないんだったら、うん、そう出してあげるっていうのも、はい、選択肢の一つになってくるよ、ね、まあ、左欲しいっていうところあるでしょうかね。いや絶対ある絶対ある絶対ある、うん、っていうところではいい選手取ってこれると思う。うん、そうですね、うん、あとこれ忘れてた、はい、東條大機。あ、確かに今年32歳。今年投げてないですよね。今年1試合も投げてないんだよ、はい、で 2軍では22試合登板、うん、してんだけども、まあ、サイドスロー横山が今1軍上がってきてるからね、はい、だからここが、まあ使わないだったらね、うん、東條投手、そうですね、去年もだって59試合投げて 2.08 ってめちゃめちゃいいですからね。そうそう、うん、いい形まだできますもんね。全然できる、うん、だから東條佐々木千早いいと思う、うん、使わないんだったらね、うん、でまあワンチャンあるんだったら中村鈴木翔だね、はい、左もういいの取れるんだったらね、うんうん、で野手では井上誠也ね、はい、で平沢、ちょっと環境を変えたらね、うん、はい、あと菅野も今回チャレンジできて挑戦できなかったらどうなるのかっていう、はい、ところは俺は出してあげた方がいいっていう、うん、まだいけるっていう、まだまだ他のチームでできる可能性全然あるよ。そう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 、うん、そしたらいい選手も取ってくれるしね、はい、これやっぱこれぐらいの格出していかないとね、はい、っていうのもあるからね、うん、まあ、どうなんでしょうっていうね、はい、あとはねファンの皆さんの意見お待ちしてます、はい、さあ今回はですね、はい、サムネにもあるように、うん、中日ドラゴンズ、はい、ありそうやトレード、うんうん、早めにありそう
もうね、うん、挽回していかないと、はい、あの15杯借金が休養ラインちゃうかみたいな今騒がれてて、はい、ね、気にしないで頑張っていきます、いやちょっとは気にしろよみたいなね、なんかコメント欄があったけども、はい、ね、うん、その中で早めにね、うん、今回ちょっとパンチあるやつ出すから。誰だろう、難しいよ、うん、最下位のチームでトレードを出すの難しいから、ね、うん、そうですよね、うん、下手したらもう12球団で一番パンチあるかもしれない。へえ、もうこれドラゴンズファンの皆さんがどう思うかは知らないよ、うん、知らないけども、はい、俺はもう賛同を入れると思う。へえ、そうやっつって行こうっつってなります、なると思う。立浪さんだったら出すかもしれないって可能性ある。はい、あとファンの人もあそれありかもって思うかもしれない。へえ、誰出す、はい、いいですか、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、第1回選択希望選手、中日ビシエド。ビシエド、はい、ビシエド出します。うん、もうだって2軍じゃ、もう2軍じゃ無双してんだよ。はい、で1軍来たらなんかね、うん、今そっとパッとしないけど、はい、ひょっとしたらだってカリステ、はい、でアルモンテ、うん、アキーノ、うん、外国人いっぱい取ってきたけど、はい、結局試合出るとビシエドだけじゃんみたいな。そうなんですよ、ね、あの3人どうしたんやみたいな感じになるけども、ビシエドもまだひょっとしたら、はい、ちょろちょろしてたら2軍に落とされるかもわかんないじゃん、うん、まあまあ確かに今年やっぱホームランだって全然打ってないじゃないですか。そうそう、この前やっとロッテ戦で打ったからね、うん、多分1本2本2本ですよね、うん、でしかもチャンスに打たへんしね、うん、はい、ってなった時によ、うん、また2軍落とすんだったらもうやることないのよ、うん、ビシエドなんて2軍で、はい、もうそれだったら、うん、もうトレードだぞビシエド。だから過去にもあるから、うん、エスコバーがそうです、ね、ラミちゃんの時に日本ハムから横浜に、うん、はい、外国人もトレードできる、うん、ウィーラーもね、はい、あるから、うん、外国人のトレードもなくはない、はい、ってなった時に、はい、生涯ドラゴンズ宣言、うん、ビシエドは、はい、しちゃってるけども、はい、トレード、うん、外国人、うん、欲しいとこ、うん、あるんちゃうっていう。だってなんかビシエド選手は、まあ、成績どうこうにしろなんか中日には欠かせない選手みたいなこう、うん、イメージが植え付けられてたわけですよ、うんうん、でも確かに成績見ると環境を変えたらボーンっていく可能性もめっちゃいい球団ある、うん、ビシエドに環境も最適だし、はい、そのチームも多分ビシエドめっちゃ欲しいやろっていうすっごいいいチームあるね、うん、あるあるんですよ、うん、知りたいですか。知りたい。それ13回です。だいぶ先。13本目の動画。だいぶ待つな。めっちゃいいとこあんだよ。えぇ、ー、知りたいですか。知りたい。じゃあ、はい、今回特別ですよ。はい。13回目です。特別じゃないじゃないですか、全然。えぇ、ー、で、俺はもういいんちゃうかと思う。はい。ビシエド。うん。もう2号落とすんだったらね。はい。2号落とすぐらいだったら俺はもう、うん、あのいいと思う。落とさないんだったらあれだけどね、うん、もう使わないんだったら欲しいところはめちゃめちゃあるしめっちゃいい選手と交換できそうな気がする。そう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 、うん、じゃ続いて、はい、こちらの選手です、はい、福田長政。おー、でもそう結構もうベテランになってベテランなんだけども、ね、2軍ではもうめっちゃ打ってるんだよ、はい、でまあ、1軍上がってきてまた代打とかでまた4打席最近上がってきましたよね。そうそう、4打席しか立ってないんだけども、うん、はい、でももうやっぱりね4打席出させないと、うん、多分生きないタイプだと思うんだよ代打とかより、はい、ってなった時に、うん、外野とかでバンテリンドーム広いからか不安あるって言うんだけども、うん、狭い球団だっていっぱいあるから、はい、球場が、うん、そしたら、はい、まだワンチャン輝けるんちゃうかっていう、うんうん、でもう2軍でやることないのよ、はい、2軍で3割6分6厘も打ってたらすごい、もうやることないじゃん。そうですね、あと1軍で結果残すだけじゃん、うん、でもそれで1軍で残さないんだったら、うん、もう環境を変えた方が本人にとってもいいかもわかんないし、確かにスタメンで使ってもらえないんだったら、うん、もしね出られるところあるんだったらっていうのはありますね。そう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 、うん、そういったところでもあの福田選手が、うん、欲しいチームあると、はい、俺はいいんちゃうか、使わないんだったらね、はい、やっぱりスタメンで出た方が俺は、うん、あの威力発揮すると思うんだけども、はい、でも今のドラゴンズ、うん、大島、岡林、細川いるから、うん、でまあ鵜飼とかも使ってくるわけでしょ、はい、だからブライトとかの方が育てたいから先に来るわけでしょ、うん、はい、ってなったら順位どんどん下がっていくじゃん。そうですね、そうなってくると、うん、やっぱ代打だけになるから、うん、代打より絶対4打席立った方が、うん、こう本人の能力発揮しやすいと思うから。確かにそうですね、うん、あの若い鵜飼選手、ブライト選手って、ね、まだ、ね、2年目の選手がいるのでね。そうそうそう、それだったら俺はもう、うん、福田、はい、ワンチャンいいんちゃうかっていうね、うん、で会う球団があるんですもんね。ある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 、うんうん、続いてピッチャー、はい、ピッチャーね、はい、こちらです、はい、橋本優輝。ああ、
もうごめん、印象があれになっちゃいましたね、やっぱり、ね、3者連続デッドボール。でも2軍じゃ最近もめっちゃ抑えてるんだよ、はい、いい感じで。えだし、あの3者連続デッドボールの前も抑えてるんですよ、うん、そう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 、うん、で今左がね、はい、あの上田と、うん、あと福が1軍にいるんだけども、うん、はい、チャンスないんだったら、うん、環境を変えた方がいい可能性もあるから、はい、力あるからね、はい、で2軍でもここ数試合めっちゃいいピッチングで、うんうん、結果だけ見たら抑えてるから、はい、ワンチャンいいんちゃうかっていう、まあ、もしかして今年まだまあよかったら立浪さんが一軍に上げてくる可能性もあるけどね、うん、でももう上げてこないんだったら、うんうん、いいんちゃうかっていう。それもまだだって若いですし、そう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 、うん、あと俺の期待の梅津君が、はい、今二軍でようやく投げ出しました。もうだって大絶賛でしたもんね、いつも。でもこの前6失点してました、はい、今どんなピッチングになってるのかがちょっと見てみたいっていう、はい、そうですね、現状最近分かんないからね、うんうんうん、でも俺はもう橋本使わないんだったら、うん、もうワンチャンいいんちゃうかなっていうね。であともう一人、はい、まだいますか、岡野雄一郎。おお、29歳。あれ先発してた。そうそう、今年はまあ2軍でね、10先発、はい、クオリティスタート5回、うん、2勝4敗、うん、いうところでね、はい、今投げてるんだけども、うん、まあドラゴンズもちょっと先発固まってきたからね。そうですね、だって柳でしょ、うん、で小笠原でしょ、うん、で高橋でしょ、うん、で今年はあの福谷がね、はい、あそうですね、めっちゃいいからね、うん、で涌井ね、あそうですね、うん、でまあ、今大野が怪我してるからね、うんうん、あれだけども、はい、で松葉ね、松葉投手、うん、で勝つのがリリーフ回っていい感じだしね、はい、っていう感じだったらちょっとチャンスがね、うん、どんどんちょっとなくなってきてるから、はい、そう考えると、うん、まあ、もし誰かが怪我したら次に来るのが岡野かも分かんないんだけどね、うんうん、2軍から投げていくのが、はい、まあ、あとは鈴木宏とかもね、うん、先発でひょっとしたら種まで上がってくる可能性もあるし、はい、青学の後輩ですね、私な、うん、鈴木岡野、あ、岡野、うん、だから、まあ、岡野もう使わないんだったらワンチャンね、うん、で、また中地とかもね、はい、そうですね、来るかも分かんないしね、うん、だから岡野とかもまだ今だったらいい選手と交換できるんちゃうかっていうね、はい、29歳、うん、で今年はまだ登板なしところもあるけどね、はい、ドラゴンズはそういったところかな、はい、まあ、ビシエドがあるから目の方じゃ出します。どうですか皆さん、ビシエドどうですかね、うん、確かに使わないんだったら欲しいところはめっちゃあると思う。しかもめっちゃいい球団あるしね、はい、うん、どこだろう、使わないんだったらね、うん、でファースト細川で外野迂回とかも使えるわけでしょ、うん、はい、もしくはね外国人がね、うん、アキーノ、はい、カリステ、うん、アルモンテ、はい、が来るかもわかんないしね、うん、まだもう皆さん次第だね、はい、まあ、ファンの方どう思うかっていうね、うん、だからファンの人がどう思ってるか書いてほしいね、はい、いや使わないんだったらだからね、はい、二軍に落とすんだったら、うん、もうワンチャントレードでも俺は面白いんちゃうかっていうね、うんうん、そうですね、うんうん、まあビシエドイコール中日ってイメージはね、うん、ありますけどね、うん、まあ皆さんね、はい、13回目ぜひ乞うご期待。さあ第4回ということで、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、うん、今回は楽天です、はい、はい、心して聞きます。もういないんですか、もうこの人いらんやろっていう。いやもうみんないる今低迷してるしね。まあそうですね、いやでもだからこそ、うん、このいい選手を出して、はい、うん、補強した方がいい。そうですね、どこ足りないんですか今。私的にはリリーフの層を厚くしたいです。リリーフね、はい、まあ、ついにどうつなげていくか、うん、そう、でも酒井とか頑張ってるじゃん、まあ、もう0点台で今8、9はいいんですよ、うん、酒井投手、松井投手で大体8、9なんですけど、うん、その、まあ、前が内投手とか内、孫安楽投手とか安楽、鈴木空、はい、西口、はい、いるんですけど、でも今ルーキーの渡辺投手とか、うん、まあ、伊藤真央投手とかいるんですけど、うん、いるよ、いるけど大したことない。いや大したことないじゃないですけど、こう若いんですよ結構、うん、でもすぐ伸びしろあるじゃん。伸びしろありますけど、うん、え、私結構リリーフも、リリーフだけで、リリーフだけで OK？ いやどうですかね、ちょっとそこはもうちょっと解説者の意見を聞きたいです。いやいや、ファンの意見と融合した方がいいじゃん。あの、打てなかったのに、うん、今、めちゃめちゃ打てるようになってきてるので、なってきたね、なってきたね。序盤だったら、まあもうちょっと、いい足をとか思ってましたけど、うん、今なんかいいかな。いい感じですか、はい、じゃあ、東方楽天、はい、出す選手ですよね、出す選手、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、はい、模擬、英語、はあ、そこ来ましたか。いや、使わんやろ。そうなんです。早生まれだから今年で30歳、はい、でも2軍で3割5人打ってんだよ。そうなんですよ。でも1軍じゃ0割8分3厘、うん、そう、序盤に4月ぐらいに、で4月19日、
オリックス戦出たのを最後に、はい、今もう2軍です。で今もう内野結構もう固まってるよな、固まっちゃったんですよね。阿部も帰ってきたしね、はい、で鈴木大地、はい、でショートはもう小深田とか、うん、あと山崎剛です、うん、でサードね小深田したりとか、はい、いろいろ回ったりして、うん、だからもう茂木使うとこないよ今。もうちょっと出るとこないですね。で30歳やろ、はい、今だってギリいい選手取れるよ、うん、まだ。でそうですよ、球団初の生え抜き2桁ホームラン打った、うん、結構パンチ力もある、うん、あるじゃんね。そうなんです、うん、いい選手なんですね、はい、で今2軍では3割打ってます。打ってるからさ、でも1軍ないじゃん場所が。それだったらもうさ、うん、出してあげた方が本人にとってもいいじゃんね、うん、そうですね。めっちゃいいチームあるあります、うん、いやあるえ、いいチームあります。ある。えそうしたらファンとしてもこう出られないんだったら、うん、こう生き生き活躍してほしいと思いますね。え、うん、知りたいどこか。知りたい13回目ですそう、このシリーズの13本目でどこがいいかっていうのを教えてくれるらしいです。でもある、めっちゃある。ある、ある。しかもこれだけ活躍してるからさ、はい、まあ、欲しい球団は多いはずやね、うん、いい感じでね、はい。でも俺はもう使わないんだったらやっぱ茂木ね、うん、やっぱりいいと思うんだよね、はい、うん、そうですね。いや、うん、活躍してほしい本当に。いや続いて、はい、もう一人、うん、田中和樹今年29歳、はい、この前ホームラン打ったけどね。打ってます。そうですね、うん、パンチ力ある、うん、今季初ヒットが初ホームラン、はい、代打で出てね、うん、うん、いや、そうなんです。外野もさ、はい、まあ、今年ちょっと島内がね、うん、状態落としてるけども、まあ、王が良くなった、はい、で辰巳もいい感じみたいなね、うん、そうなんですよね、うん、で岡島選手もいるし、うん、で、王郷選手だと渡辺義明選手とか、うん、まあ、西川遥輝選手もいるし、うん、で、まあ、武藤とかね、うん、若いところで言うとね、うん、新人王ですよ。でも今そう関係ないから、はい、いい選手だから出すから。そうそうそうなんです。だからでも今出るまくなくて、うん、それだったらさ、今だったらさ、はい、いい、売れるじゃん。売れる、うん、めっちゃいいとこいけるね、うん、っていう感じになると、使わないんだったら俺田中和樹も茂木も、はい、俺はトレードとしてはそうです、ね、いい選手引っ張ってこれるし、両打ちだし、そう、まだ本人頑張れるし、うん、っていうところではいいと思う、はい。で続いて、はい、ピッチャー、はい、塩見隆弘、今年35歳、もうベテランだけどね、はい。そうです、うん、だってもう優勝してる時からいるので。でも2軍で防御率 1.50。 え、2軍でそんなに今いいんですか。8先発してクオリティスタート7回4勝0敗で、え、なんで上がってこないんですかね。謎だね、はい、でも、ね、原島投手上がってきたからそろそろ上がってくるかな。でもさ、うん、途中結構先発も苦しんでたよ、はい、でも1回も上がってこないね、うん、そうですね、元気なんだよね、はい。まだね、左で今すぐ使えて左、うん、で2軍ではもうしっかり成績残してる、はい、これはもういけるっしょ。いや、そうですね、うん、でもう一人、はい、まだいますか。湯気隼人、あ、29歳、はい、でも今年1軍でも抑えてんだよ結構。そうなの、そうなんですけど、で2軍でも、うん、15試合登板してリリーフ、うん、だからでも防御率 1.6 よ。左のワンポイントって感じですよね、うん、めっちゃいいじゃん、うん。一軍は4月16日ソフトバンク戦、はい、ずっと抑えてんのに抹消されてるじゃん、怪我。塩見17日のも投げてるよ、6回0点、はい、湯気投げてるよ、ワンポイント0点。湯気いいじゃん、うん、湯気塩見のこの左2人だって使、だって一軍はさ、はい、結局は鈴木、うん、空とか、はい、左、うん、そう使ってるわけでしょ。そうですね、左側じゃあもう今足りてるってことですか。で先発唐島とか、はい、で行ってるわけでしょ。早川投手と、早川もね、いい、ね、いい感じだしね、うん、でも湯気とか使わないんだったら、うん、そうですね、いいのにっていいじゃんね、うん、あと塩見、はい、ダブルサウスポー、はい、防御率1点だ、はい、で茂木、はい、田中和樹、いいの取れんじゃん。え、めちゃめちゃラインナップ良くないですか。でも使ってないからね、うん、なんかみんな一軍で今すぐ活躍できそうな感じなんですよね、うん、でも使ってないから、うん、なんで使わないんだろう。でも使わないんだったら出してあげた方がいいじゃん、うん、そうですね、完全にね、うん、本人たち今2軍ではめっちゃ結果残してて、うん、もうあと1軍行くだけってなってて、うん、だからね、今交流戦開けて1軍でもし使わないんだったら、うん、もう出してあげた方がいいよね。そうですね、左だしね、うん、欲しいとこあるでしょ。え、絶対あると思いますね、うん、いい形でね、しかも安定的に2軍で結果残してて、うん、はい、で、茂木は3割、うん、で、田中和樹は足回って、で、スイッチ両立ち、うん、これいいね、この4人。
いいですね、うん、欲しいとこあるんちゃう、外野内野リリーフに先発に、うん、茂木はもういいとこあるんだよ、うん、あります、うんうん、あっ塩見、うん、いいとこあるわ、ある、うん、俺発見した今、めっちゃいいここ、左の先発が足りない、うん、うん、ここいいわ、で湯気でしょ、うん、左のリリーフ、うん、ワンポイント、うん、おーおー見つけた見つけた、うん、いいとこある、いいとこある、田中和樹選手はどうですか、うん、田中和樹選手スイッチで外野、はい、身体能力もいいし足も速いし、うん、おーおーあったいいとこある、あったあった、うん、いいとこある、いいとこ、チャンスあるよ全員いいとこですか、うん、うん、でちょっと塩見投手1回1軍で投げ取れとするんだって1回投げてでもちょっと、うん、塩見ほんといいとこある、へえ、ここやってよ、聞きたい、今すぐや聞きたい、今すぐ聞きたい、13回ミス長いよ今日その動画撮れるかすら分かんないよ来週かも私も死ねるの、まあ、ということでね、はい、皆さんね、はい、この選手たち、うん、どうですかっていうね、うん、まあ、今使ってないからね、はい、うん、そう、使もう本当に出られないんだったら他のチームで活躍すると思う、そうそう、俺は使った方がいいと思うけども、うん、使わないんだったら出してあげた方がいいっていうね、うんうん、ところだからね、はい、じゃあ皆さんのご意見お待ちしてます。さあ5回目ということで、はい、今回はですね交流戦絶好調で、はい、終えましたけども、うん、あの優勝したかどうかはね、分かりませんけどはい、まだ分かんない今日 DeNA です、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、うん、投手部門です、はい、じゃじゃん、京山正樹、今年25歳です、はい、うちの父親と同じ誕生日 だ、7月4日アメリカの独立記念日、まあ、今年まで1軍で1回も投げてないんだけども、はい、まあ、2軍では先発1回主にリリーフっていうところで、うん、まあ、3.16 っていうね、うんうん、まあ、昨年も谷間みたいなね感じもあったし、はい、しっかり投げたところもあったけども、まあ、17試合登板で先発9、うん、で、2勝2敗っていう、ね、はい、で1ホールド2、ホールドポイントっていうねところで、投げてましたけども防御率 3.23、はい、もうね、うん、DeNA もう熱いのよ、もう、うん、だ今足りないところがないってことですか、全くない、だって先発で言えばね、うんうん、東、はい、で石田、うん、大貫、うん、ね、で今永、はい、浜口、うん、で、ガゼルマ、うん、でバウアー、7人だよ、はい、だからその中で多分浜口がもう7番目に来ると思うんだけども、うん、もうそしたらチャンスないじゃん、うん、で上茶谷がね、はい、まあ、両方もできるっていうところで ね今日最終戦は上茶谷が、はい、でこれも多分ねショートリリーフだね、うん、リリーフデーぐらいで行くんちゃうかと思うんだよね、うん、この前もリリーフ上茶谷投げてたからね、はい、でリリーフはね、うん、伊勢、はい、ね、三島、うん、山崎康明、ね、入江、はい、ね、上茶谷、ウェンデルケン、うん、でエスコバー、うん、森原いるわけ、はい、で先発平もいた、うん、そうですね、うん、だからもうピッチャーない、うん、秋全くないのよ、そうですね、入る余地が、うん、もうなんか今で安定してますね、うん、で若手のね小園とかも、はい、あと慶応から取ってきたね、うん、橋本とかね、はい、っていうところもいるわけだしね、これから育つ人も控えてると、うんうん、そうなったらさ、はい、チャンスないじゃん、うん、そしたらもうそうですね、出るところないですね、今はね、ちょっと京山が今じゃちょっと DeNA 苦しいから、うん、それだったらもうトレードに出してあげてね、はい、あのワンチャンス上げても俺はいいんじゃないのかなっていうね、はい、今年本当一軍で投げてないわけですからね、うん、そうそうそう、でもう一人はね、はい、坂本雄也、わー坂本投手ですか、まあ、今年ね、はい、まあ、今一軍にいてね、うん、この前投げてたけども、はい、まあ、左がねリリーフがエスコバーしかいないっていうところでね、はい、でも先発はもう入っていくとこないんだよ、まあ、本当はね先発やってましたしね、先発でってなったんでしょうけど、うん、でなったらまあだから2軍でもリリーフ中心になってんだけどね、はい、だこれをもう2軍に落とすようなことがあるんだったら、うん、もうトレードに出してあげてもいいんちゃうのかな、そうですね、1軍で使うんだったらいいけどね、うん、この間でも上がってまあピシャって抑えましたけどね、そうそうそう、だからまあ俺のこの上げる選手は1軍で使うんだったらどうぞ ぜひ使ってあげた方がいいんですよっていうね、はい、うん、でも使わないんだったら、はい、トレードに出してあげてもいいんちゃうかっていうね、はい、ところだから、うん、それででも坂本はワンチャントレードでもいいんちゃうかって俺は思うんだよね、うんうん、はい、で野手、はい、野手もね、うん、なかなかもうね決まってきてるから、はい、でキャッチャーが戸柱、うん、で伊藤光、うん、で山本でしょ、はい、でファーストが外ね、うん、で何かあったら佐野もファーストに行くし、はい、でセカンドは牧不動、うん、でサードが宮崎ね、うん、
で宮崎がちょっと調子悪かった時に林が出たりして、はい、でショートが大和、うん、で京田ね、うん、が中心 で柴田が、はい、あの守備固めているところもあったりとか、で、ね、で外野をレフト佐野、うん、でセンターは桑原だけども今あの桑原がちょっとコンディション不良で二軍に行ってるから、はい、楠本が出たりとか、うん、あとはあの関根ね、はい、が出たりとか、まあ、海老名が一軍に上がってきたりとかしてね、うん、もう結構強固なのよ、はい、で太田が代打にいたりとかね、うん、で上里が途中からっていうね、はい、で役割分担もきっちり決まってるし、しかもそれで打線つながってますからね、そう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 、ってなった時に、うん、トレードに出してあげた方がいい選手、はい、こちらです、はい、田中俊太今年30歳はい、あそうですね、今年多分出てないですよね、そうそう、ユーティリティだからユーティリティなんだけど、うん、もう出るとこないから、はい、ユーティリティですらもう一軍ないから、うん、それだったらもうワンチャン、うん、トレードに出してあげても、はい、もう一回花咲く可能性あるから、うん、チャンスあるんちゃうかっていうね、はい、ところで29歳ですか、で、もう一人、はい、もう一人の選手がね、こちらです、じゃじゃん、はい、千野直央今年早生まれだから25歳、はい、これ2軍でねホームラン5本持ってるから、うん、パンチ力あるの、あそうなんだ、でも内野じゃん、はい、使うとこないんだよ、もう一軍はもう飽和状態ですね、飽和状態だから、うん、で1軍で出てないですもんね、うん、1軍出てない、あの、うん、1回だけね出場は2試合だけどね、打席には1打席も立ってないから、本当だ、うん、盗塁1個してね、はい、だからこれももし使わないんだったら、ね、うん、ワンチャンチャンス上げてもいいんちゃうかっていう、ね、はい、でもあれですね、 DeNA の場合は、まあ、じゃあ今もう強固だから、うん、まあ、この人は使わないんだったらってなりますけど、強固だから欲しいポジションあるんですかね、うん、ないね、そうですよね、今で結構十分な感じですよね、今で勝てなかったらいつ勝つんやっていうね、そうですよね、ぐらいの、まあ、そのぐらい、まあ、だからこそ、まあね、よくても使われないってところもある、ね、そうですね、だから本当に誰かトレードで欲しいんだったら、うん、神里ね、あトレード、あー神里選手、うん、でも別に神里出してまで欲しい選手いないんだよ、うん、まあ、そうですね、で神里は今一軍に置いてても走塁もいけるし守備もいけるし途中からっていうところもあるし、何かあった時のスタメンっていうところで使い勝手もいいから、はい、まあ、別に出す必要ないんだけども、いい選手欲しいんだったら神里ぐらい出さないとって思うけど、はい、うん、出すほどでもないんだよ、うん、でも千代とか田中俊太とか、はい、あとあの坂本とか、はい、あのああいった選手たちはもう使われないから、はい、京山とか、うん、それだったらもうワンチャン出してあげて、うん、ね、活躍の場を与えてあるのも、はい、ね、細川だってそうだったわけよ、もうそうです、ね、細川だって今でも多分 DeNA いたら2軍よそうですね、うん、正直機会が与えてで、またこれを今に、いや細川とかもうトレード出してあげた方がいいけどねって言われてるんだよ、うんうん、伊藤とかもそうじゃん、そうです、伊藤由紀は、うん、あの楽天にトレードされて、はい、いいかとした、うん、しかもよ、俺この前見つけたのよ、はい、あるところで、うん、あのその中で俺がね、うん、去年、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、はい、オリックスがね、甲斐、うん、田、山田、うん、山足、後藤俊太って言った、うん、で後藤俊太トレードされてるよ、ね、ヤクルトが西浦、西田、はい、星って言ってる、うん、星今リリーフでめっちゃ活躍してるから、うん、で北海道は誰もいないって言ってた、あ、まあね、これから誰か、これからだから今出すあれでもない、はい、で広島が、うん、磯村、初期、大森、中田蓮、菊池、アドバって言ってる、うん、でまあ誰もトレードされてないんだけど、はい、で楽天がオコエ、鎌田、おお、どこへ現役ドラフトでしょ、いいで、横浜が伊藤由紀や伊藤光、細川って言ってて、おでこの2人が今、はい、出てるね、頑張ってますね、うん、そうで西武が佐野で鈴木翔平か高木渡るって言ってて、うんうん、で阪神が江越、木浪、小野、はい、江越、うん、木浪なんて今使ったらやばいじゃん、はい、でロッテが田村土肥、うん、で中日が岡田、福田、京田、うん、で京田、はい、トレードされてる、そうですね、でソフトバンクが、C の甲斐の泉、大竹、雅子と大竹、うんうん、現役ドラフトで、巨人がウィーラー、ビエイラ、桜井、高木、石川だったらしくて、うん、結構上げた選手トレードされてる、まあ、そうですね、あと現役ドラフトも含めて、はい、ってなった時にね、うん、この選手たちも頑張れると思うから、ね、はい、うん、まあね、出て活躍してる方がいますからね、そう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 、うん、そういった意味ではね、トレードに出してあげてもいいんじゃないのかなっていうね、はい、ところで、まあでもちょっと盤石だね、今 DeNA は、そう考えると、うんうん、なかなかね入っていく隙ないですね、うん、だからトレードする選手はいないけど、ね、うん、でも出してあげた方がいい選手はいると、いい、うん、はい、っていうことで、はい、皆さんどう思いますか、さあということで今日で半分です、はい、今日はセーブス、はい、セーブももうちょっと今頑張んないと、うん、いろいろね、手こ入れしながら、は
ていうところで、うん、でもピッチャーはね、はい、防御率で言うと1位タイラー、2位高橋コーナーで、うん、頑張ってんのよ、はい、だから今先発ローテーションで言うと、うん、高橋コーナー、はい、隅田、松本、うん、で与座、今井、ちょっと今井が今ね、抹消中だけども、うん、そうですね、でエンス、はい、タイラー、うん、だからね、で宮川投手も投げてますね、うん、先発で、でリリーフだと増田、うんね、佐藤、平井、佐々木、森脇、うん、青山、坊高橋、うん、本田圭佑、ティノコっていうところだからね、はい、なかなかピッチャー陣もね、うん、まあいい形になってはきてるけども、はい、まずピッチャーからね、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、いい選手、この選手です、うん、はい、田村一郎、あ、今年29歳、はい、立教大から、うん、でも一軍でも5試合登板して防御率 1.80、はい、で2軍でも17試合登板して防御率 0.46、 え、めっちゃいいじゃないですか、うん、でも1軍では5月14日以来もう1ヶ月以上1軍にいないんだ、でも全部抑えてるのに、そうそう、だから、はい、でも西武は今低迷してるわけでしょ、はい、低いわけでしょ、うん、順位が最下位争いでしょ、はい、ってなった時に、うん、何かを変えなきゃいけないから、うん、いい選手を取ってこなきゃいけないじゃん、はい、で取ってこようと思ったらもう野手だね、うんうん、もう明らかにね、まあそうですね、うん、あの人がいなくなって、うんうん、長打力も、はい、そしたらこれ田村めっちゃいいの取れるかも分かんないよ、うん、リリーフ今現状一軍のリリーフが増田平井、森脇、青山、坊高橋、本田圭佑、ティノコ、大曲がり、うん、入っていってね、うん、ここに、はい、じゃあもう田村いいよっていう、はい、使わないんだったら、うん、出していけばいい選手取ってこれるよっていう、ね、はい、ところで俺は田村いいと思うんだよ、うんうん、ここまで結果出してるからね、そうですね、うん、2軍でもいいし、そうで続いてね、はい、もう一人ピッチャー、はい、浜谷翔吾、あ、今年早生まれだから来年で25歳、はい、まだいい年齢ですよね、うん、まあでも左がね、うん、先発がもう今、まあ、エースがあんまり微妙だけどね、はい、あの守備だとか投げたら数いるからね、うん、もしもうチャンスなく使わないんだったらね、うん、今年はオープン戦1回投げただけだからね、うん、あとは2軍というところでね、はい、ワンチャンね、はい、左で、うん、いいんちゃうかっていう、左の先発ってところで、そうそうそう、あと外野がね、はい、渡辺雄太郎はちょっと渡辺雄太郎は出されへんよちょっと、はい、地元だし、うん、22歳今未来を担うエース候補だから、ファンの期待めちゃめちゃ高いですから、これは怒られちゃうよ、うん、渡辺って言ってたらなんぼなんでもね、はい、うん、でもピッチャーはまあ浜谷、そしてこの田村、はい、でいい選手俺は取れんちゃうかっていうね、うん、ところはあると思うんだよね、はい、で野手、はい、野手もさ、うん、ちょっといろいろ薄いんだけどね、うん、薄いんだけども、まあ渡辺が頑張ったりとか、はい、まあ出てきましたからね、うん、出てきたけども、もう俺のドラフト候補筆頭としては、はい、こちらの選手、はい、川越誠二、今年30歳、はい、2軍でホームラン7発打ってるから、うん、パンチ力はもうえげつないの、パンチ力えげつない、けども8が、うん、ね、昨年はサヨナラホームランも打ったけどもよ、はい、ね、もう外野固まってないけど人はいるんですもんね、そうそうそう、でしかも、使わないじゃん、うん、ね、今現状ね外野が鈴木翔平、うん、岸、うん、で長谷川ね、長谷川良くなってきたから ね、はい、ね、で栗山金子、うん、で顔はね今1軍にいるけども、はい、ね、これもし2号落とすようなことがあるんだったら、うん、はい、俺はトレードに出してもあげてもいいんちゃうかっていう、うん、そうですね、でこう、キルマとかもこれから来るわけでしょ、そうですよね、うん、1位ですからね、そうで今2軍でも結構打ってるからね、うん、そうなってくると川越の優先順位がどんどん下がってくるっていうことを考えると、うん、まあ、ワンチャンパンチ力もあるし、そうですね、うん、同じラインに若い人たちが結構いますからね、うん、しかも代打とかでも多分いい働きもできるかもしれないし、うん、今代打一番手は栗山だからね、はい、そういったところでは、うん、まあ、川越ワンチャン、あ、確かに、うん、面白いんちゃうかっていうところと、うん、はい、続いて、はい、ウネンティン、うわウネンティンか、ウネンティン今年で、はい、今30歳、はい、今年ウーメンティンこそこう大きいのが打てる選手っていう感じではありますね、2軍で3割7分4厘だよ、うん、でも今ね西武の野手で言うと、はい、サードは牧野ね、はい、でベンチには児玉、平沼、佐藤って言ってね、今1軍にいないんだよね、はい、って考えた時によ、もう使わないんだったら、うん、ウーメンティン他は複数ポジションできるからね、はい、そうですね、いいんちゃうかっていう、うん、なんか本当にもったいない感じありますね、うん、しかももう2軍で3割7分だからね、はい、そんなに打ってんのっていうぐらい、うん、
打ってるからもう使わないんだったらね、うん、しかもドラフトで入ってるから、はい、外国人枠じゃないからね。そうですね。でセカンド内野セカンドもファーストも守れるし、うん、いろんなところでの活躍の場所、はい、あると思うんで、うんうん、チャンスあるよね。ありますね。ウネンティ、うん、あ、うん、なんかもう使わないのもったいない感じしますね、うん、でも30歳だしね、はい、であとはね、うん、金子選手、うん、頑張ってるけどね、うん、頑張ってるけどなかなかね継続的にっていうところがないからね、うんうん、しかも外野が固まってないですからね、うん、しかも働き働きとか言われちゃうから、うん、だからもうあの働きに行くとこ探そう、うん、金子頑張ってほしいけどトレードに出してあげてもういいかなと思うと、まあトレードに俺の中でやっぱりトレードに出してあげてもいいかなとは思わないね。やっぱりもうないですか。思わない。もうない。もうセーフで頑張った方がいい。はい。やっぱ一番はやっぱウネンディンと川越だね。これはもうチャンスあるわ。そうですね。うん。年齢的にも今脂乗ってます。10年ですからね。そう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 。うん、でどこ取るかっていうと、そうやな。まあ本当源田と殿崎ぐらいだもんね。パチッと決まってんの。まあ言えばあのセーブの強い打線での核になってた選手ですよね。うんうんうん、だからなかなか厳しいよね。うん、昨日も11点取ったけどもみたいなね。で渡辺君をファーストで使うんだったらもう、まあ、昨日サード行くしかないしね、うん、外野か取ってくるとしたら外野も人はいますけどね。どのチームも人いるからね。どのチームどの確かに人いねえなって言ったらもうそのやばいから先生そうですね、うん、このポジション人足りないはないですか。あとペイトンがね怪我して離脱も言いたかったけど ね、外野っていうところでね。まあでも結局野手だね。はい。でもウネンティンとかいいけどね。でもウネンティンとかも結局さ、殿崎で渡辺使ってマクロン使ったら1軍で使うとこないやん、うん、結局ポジションね、うん、あれだし。で川越は今1軍っていうところで、うん、まあひょっとしたらねピッチャーが右だとあの岸に代わってね、うん、出る可能性は十分あるけども、うん、まあ、2軍に落とすんだったらワンチャンね誰かと入れ替えるのにはいい人選かなって俺はね、うん、いい選手だから思うけどね。どうですかウネンティン選手はいいチームありますか。あるである、うん、俺はあのチームがウネンティンにはめっちゃいいと思う。めっちゃある。うん、もうここっていうところがある。ある。うん。すごいところ。知りたい。うん。じゃ今回特別に。はい。今回特別に6本目にして。はい。はい。13話目に発表します。知ってるよもう。さあ。はい。半分終わって、はい、あと残り半分ですけども。はい。今年初めて見たのかな、トレードに出してあげた方がいい選手。はい。まあ、動画のシリーズですか、うんうん、まだよくご理解されてない人たちが若干数名いるね。あ、そうですか、うんうん、なんか損田選手みたいな、はい、出せないよみたいな、うん、なんでやねんみたいな、はい、あるけども、うん、いやいや、もうコンセプトは、はい、いいんやから一軍で使わないのだからね、うん、この裏テーマはまあそうですね、うん、一軍でちょこちょこ使ってもなんか出どころがほぼほぼないからないよ、うん、とか他球団の方が活躍できるよとかね。そう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 、だからまあ大枠で言うと、うん、あの2軍じゃ結果出すけど1軍じゃ結果出ないから、うん、もうこのチームでやるべきことないから、うん、はい、違うチームに行った方がいいんじゃないのっていうところと、うん、こんなに2軍でいいのに全く1軍使われないけど、うん、使わないんだったら出してあげた方がいいんじゃないのっていう、うん、はい、あのところがまあ大幅なメインじゃんね。そうですね、うん、だから使えるから名前挙げてんのに、うん、この名前挙げてる選手って褒めてんだけどね。だトレードはポジティブですからね、まだできるから、うん、それなのにまだなんかね、うん、トレードに名前が挙がるのはねネガティブやと思ってる人がいるんだよ。あ、まだ俺の発言力も薄いな。でもだいぶトレードポジティブっていうポジティブ意見の方が増えてる気がしますよね、コメント欄。これはもう100だから、はい、まあ、100ポジティブってことですよね、うん、もう100正しいから俺の言ってることが、うん、そうですか、はい、だからもう100にしたいんだ早く、はい、まだいんのみたいな、うん、ね、うん、若干数名の人だけど、うん、で今回はね、はい、まだ阪神です、はい、阪神も、うん、今ねちょっとこの結構ね阪神 DeNA 広島巨人、はい、この4チームはまだどうなるか分かんないね、うん、このまだまだそのまだ差がそんなないですからね。8月終わって9月入って残り100試合ね、過ぎたあたりぐらいでどうなのかぐらいの残り3、40試合で勝負みたいな感じになってきそうだけども、はい、ちょっと阪神も今ちょっとバタつきがあるから、うん、トレードするんちゃうかっていうところで動きますか岡田さん、うん、だからもうそろそろ出しておかないとっていうね、はい、ところだと、うん、
巨人中ロッテだってすぐトレードになってよかったじゃん、あれ1個2個目にしといて。そうですね、早めに動画出しました、ね、あれまだしてなかった、もう最悪だったよ本当。もうそうですね、まだ取ってなかったら言いにくいですよね。あと言い忘れた、なんかあの石川とか上げてなかったとか、はい、残念みたいな言われるんだけど、はい、もうちょっと間違えてる人いいんだけど、はい、俺トレードされるやつ当ててるわけじゃないから、ね、か当てに、うん、こいつトレードされるんちゃうかって当てに行ってるわけじゃないから、うん、俺が推薦してるからね、はい、この人たちトレードしてあげたらどうですかって、そトレードしてあげたらいいと思うよっていう提案でしょ。そうそう、提案してるのに、うん、なんかあの外れてるわらみたいな、はい、コンセプト違うんだよ。予想してるわけじゃないですからね。そう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 、うん、もうちょっと俺の説明が下手くそなのかな。いやいや、まあでもこう本って単発だけ見ちゃったりすると分かってないかもしれないですね。ちゃんと分かって、うん、本当ね、まあ、この企画も4年目ぐらいですからね、はい、でも初めて見た人もいるかもしれない。そうそう、どんどん増えてますからね、はい、さあということで阪神、はい、阪神ね、うん、トレードに出してあげた方がいい選手、うん、こちらです、はい、じゃじゃん、うん、糸原健人30歳、今年31歳、はい、まあ、昨年までね、うん、矢野監督の時は結構ね、うん、重宝されてて、はい、昨年もですね、うん、2割4分7厘、ヒット110安打、はい、で打点36、うん、ね、というところでね、うん、いい形で出てたけども、うん、まあ、今年ね、岡田監督になって、うん、出場試合数が激減というところでね、はい、まあ、最近もいるんですけどね、うんうん、まあ、最近もね結構また出てたんだけど、はい、あのサトテルがね、うん、2軍に行って、はい、サードとかでね、うん、でまたあの左とかになったら渡辺とね出て併用みたいな形になってるけども、はい、うん、まだサトテルが上がってきたらね、うん、用事ないじゃん。そうですね、じゃあもう今だったらまだ、うん、いい選手取ってくれるんちゃうかっていう、うん、そうですね、うん、まあ、こう今のような使い方だったら他のチームだったらもっと生き生きできるところがあるかもしれないと。で、サトテルの顔次第だもんね、はい、まあ、サトテルも若干いかないんだけどね、うん、なんだろうね、いつもグーン、グーン来るね、うん、いいと思ったらっていう、毎年、おー今年で言うと、ちょっとテイク引こう、テイク、はい、おー、おーみたいな、なんなんだろうね、もう体力不足も、もう体力あるやろ、3年も4年もいたら、うん、体力不足ちゃうやろ、はい、もなんじゃあ何なんですか原因は。もう一回打てないやつの動画見てもらってありましたね今シーズン。あったでしょ、うん、なんで打てないのかっていう動画、うん、そう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 、はい、あの来る球上がってれば打てますかっていうのをもう一回ちょっと見てもらって、はい、頭をちゃんと整理してやっていってどうでしょうかっていうね、はい、うんうん、でも糸原は多分ね里出るだってですよ、里出るが打たへんって言ってもよ、うん、使わないとざわつくやん、うん、メディアとファンが、はい、大阪の、うん、だって2軍に落としただけで、はい、俺はもうすぐ上がってくると思ってたから、うん、まあ、1回下ろしてもよかったんちゃうかってだけで、はい、2軍に落とすなんてありえないみたいな、うん、ね、声が大阪地域ではえげつなかったじゃん、はい、うん、っていうことは1軍で使わないで、はい、勝ったらいいけど負けてたらもっとざわつくわけでしょ、まあ、そうですね、そしたらさすがに岡田さんでも使わざるを得ないじゃんね、うん、はい、ってなったらもう糸原ね、うん、もうまあ出番がちょっと少なくなる、そうそう、でしかも今年30歳だったらギリだから、うん、それだったらいい選手取れるんだったら、うん、俺は糸原は結構、はい、いいチャンスあると思うよ、はい、ね、糸原選手だったら欲しいっていう気がありますよね。島根出身やからね、おいいとこあるよ、ある、うん、おう、もう思いつきましたよ、思いついた今、おここいいんちゃうかって、おまあそれは13回目ですけど、もう知ってますですか、教えてくださいとか言わないです。これどうする、こんなに13回目煽っといて、はい、13回目が超つまんなかったいやそこかよみたいな、なんか言うのどうする、はい、なかったのかよみたいな、はい、あんなに煽っといてみたいな、うん、ね、でもありますもんね、うん、でも俺はまあ糸原いいんちゃうかっていうね、はい、で続いてがね、うん、こちらです、はい、高山俊、もう、うん、もう阪神の人諦めてるやろ、だって今年もまだ出てないですしね、今年もオープン戦でだけ、うん、で2軍で2割5分2厘ホームラン5本、うん、あでも5本打ってるんですね、だからもう使わんやん、うん、はい、で外野はだって近本怪我してもいかへんわけやろ、うんうんうん、その高山が、はい、島田とか出たり、うん、昨日の試合だって結局外野は森下もうセンター守ってるからね、うん、でノイジー、うん、でミエセスでしょ、うん、で島田もいて、はい、前川、うん、そう前川も、ね、前川とか使ってるじゃんな、うん、もうそれだったら若いし前川選手、うん、じゃあ糸原と
高山とかね、はい、2対2とか、うん、とか、うん、まあもうこれはもう高山のためにも、はい、ひょっとしたらね、うん、細川みたいになるかもしれないからね。そうですね、うん、だからそういった面で俺は高山もう最後のあれやと思って、うん、はい、どうせもう使わんやん、うん、だったらもう最後ワンチャンね出してあげて最後の勝負を高山自身にね、確かにあのかけさせてあげてもよかいいんちゃうかって俺は個人的に思うけどね、うん、ドラフト1位ですね、うんうん、さあそして、はい、ピッチャー、うん、ピッチャーね、はい、俺はババちゃん想定してたのよ。いやババちゃん想定してたんだけど、うん、今最近結構投げていいから、ね、じゃあこれは出ないなっていうね、はい、だってまだ多分今のところ防御率0点とかですね。なんかその、うん、いいから俺は、うん、使わないんだったら出してあげた方がいいんちゃうかっていうこのドラフト、はい、トレードを出してあげた方がいい時の最初ぐらいに思ってたんだけど、うん、はい、そこからどんどん投げていくから、ね、これじゃあもう使うんだったら使ってあげた方がいいよっていうね、はい、そうそうそう、うん、じゃあ他で言うとね、こちらです、はい、秋山匠32歳、はい、でも今年2軍で今最優秀防御率、はい、あそうなんですか1へえ。でもこのまま、はい、あの32歳なのに、うん、2軍で最優秀防御率のタイトル万が一取ったら最悪だかって、うんうん、まあでも取らないよりはいやいやだってさ、はい、青柳とかも今いないんだよ、うん、そう苦労しててそうですねそんな中は上がれないってなると、うんうん、で他の選手とかも見たんだけどさ、うん、はい、あのまあ若手が出てきてるっていうところもあるんだよね。キリシキとかもそうだし、はい、あの浜津とか及川とかね、うん、村上もそうだけど、うん、若手がねこう出てきてるっていうのもあって、うん、ちょっとグワーンって層になっちゃったね、うん、上と下みたいな、はい、これなんか中間の頑張ってるけどチャンスないんちゃうかっていうやつがいなくて、うん、もういないんだよ阪神もう。だから2軍と1軍の差が結構あるってことですね。あ、そうそう、そんでさっきあの2軍の成績見たんだけど、うん、あの31勝35敗で4位なんだ、うん、はい、まあ、ウエスタン5チームしかないからね、うんうん、で2軍見てもそんな成績高山が一番阪神で規定打席同として打率高い、うん、阪神だ。だったらちょっとチャンス欲しいですね。だからちょっと全体的に2軍もいないよね人。だから何かあった時に帰れないんだよ、はい、阪神は、うん、もう下から上にっていうところ で、うん、でそう考えると、はい、もうどっかから取ってくるしかないじゃん、うん、今年って考えた時に、はい、そしたらもう、うん、糸原、はい、高山、うん、秋山で、うん、こう3人で、うん、ワンちゃんね、うん、俺はいいんちゃうかっていうね。まだできますから。そう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 、うん、ちょっと2軍ちょっと薄いね。で1軍のところ戦力固まってるけどちょっとその次があんまりっていうことですね、うんうん、でまあ、あと強いて言ったら、うん、野手だけどあのキャッチャー同年代多すぎ問題っていうのがあって、はい、あ確かあの坂枝、はい、25歳、うん、ね、藤田、今年2歳、うん、で、中川、うん、今年、まあ、早生まれだから今年度20歳というところ で、うん、で坂本29歳でしょ、うん、はい、長坂29歳、うん、30歳でしょ、うん、ちょっと同年代ちょっと多すぎるからね、うん、誰か一人もしいいの取れるんだったらキャッチャーも出してもいいんちゃうかっていう若いけどね。あ、そうですね、うん、藤田、坂枝、中川のね、うん、俺は藤田いいと思うからね、はい、使わないんだったら、うん、まあでもいいからね、ここは育てていくっていうのあるけど、うん、ちょっと同年代でいい選手多くなる問題あるから、はい、あと5年ぐらい経ったら、うん、こう誰か一人トレード出してあげた方がいいんちゃうかって言うかもしれない。おー、じゃあキャッチャーちょっと不足してるチームがあれば、うん、だからそこをうまく育てていい感じになったら、うん、トレードの選手としても使える可能性はあるけども、若干ちょっと1軍と2軍の層がこう開きすぎてるから、うん、これもうトレードをするしかないんちゃうかって思うけどね、はい、ここから総力上げるってなったらね、うん、さあということで、はい、皆さんどう思いますか、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、今日は北海道日本ハムファイターズです。はい、はい、現状今日の収録では5位です。日本ハムはね、はい、来季に向けた戦略も立てていかないといけないよね、うん、トレードでいうところで言うとね、はい、まあでも今年もねまたトレードして山本、はい、軍司ね、うん、まあ、いい活躍してるし、ね、いやそうですね、うん、今のところね、はい、そうなった時に、うん、もう出ていくのは、はい、まあ、出ていくのっていうかね、うん、チャンスが少なくなっているのはこの選手、はい、清水雄二。そうですね、ちょっとね、うん、ミット外しちゃってね、あれ試合放棄しちゃって、はい、あれからもう鎌ヶ谷幽閉されてんだけど、ちょうど私もプレー級ニュースでその試合見てましたけど、やっぱね勝つ言ってた、ちゃんと、あ、結構勝つやーっつって、みんな見て見てる時は
何しとんねんってやっぱり。いやその放送中よ。放送中言ってなかったから何しとんねんって袴田さん言わなきゃそこで。いやいや私は言える立場じゃない。いやいやあれはもうファンとしてはもうありえない行為ですって。あれ言ってない。でも本編ではこう外しちゃってみたいなこと言ってたと思いますけど、うんうん、俺だったら多分ボロカス言ってんだよ本当ですかでも多分あれがちょっと激凛に触れたんだろうなっていうのはね、うん、ありますよね。んでさ、まあその中でよ、はい、まあ、マルティネスも取ってきて、はい、で伏見も FA で来て、でなんとね、うん、軍司も来ちゃって、はい、まあここで、まあ、宇佐美とね、うん、トレードなんだけども、うん、ってなった時によ、もうチャンスないやん。そうですね。で軍司選手もトレードされてやっぱ今出てますからね、うん、誰かが怪我した時みたいなね、うん、感じにもなってくるしね、うん、で古川なんてね2軍で、まあ、打率は低いけどホームラン5本打ってるっていうところで、うん、まあ、長打力もね、はい、まあ、魅力だしね。そうですね、うん、でまあ、梅林もね、うん、頑張ってるっていうところで言うと、はい、ちょっと全体的なキャッチャーの優先順位が低いから、うんうん、まあ、もうギリ今何歳 ?27 歳、はい、ね、うん、まあ、トレードに出してあげてもいいんじゃないのかっていうね。うん、確かに今だとこの番手的にはちょっともうね、うん、しかもあれですよ、もともと里崎賞に一番近い男と言われてた清水選手ですよ、うんうん、近くて遠いね、うん、パ・リーグの選手誰一人取ってないから。え、そうでしたっけ。そうだよ。あれ甲斐選手取ってないんでしたっけ。取ってる。あとそうだ、うん、そうだ、毎年セリーグなんだ、うん、はい。だからまあやっぱ清水が筆頭なんじゃないの、うんうん、まだ日本もありそうだしね、はい、トレードね、うん、でね、あとの野手ね、はい、考えたのよ、うん、そしたらね、いないね。いない。うん、やっぱり今の日本ハムで頑張った方がいいんちゃうかってそうですかいやチャンス、うん、いやどこでもあるやんっていう。だってさ、はい、内野で言っても、うん、上川畑、うん、1割9分1厘、うん、アルカンタラ2割8厘、うん、中島1割4分3厘、谷地1割8分9厘、うん、福田1割7分5厘、石井1割7分6厘、水野1割8分、うん、内野だよ。で、奈良間1割4分3厘、うん、ハンソン1割4分3厘、うん、1割台のやつばっかりじゃん、うんうん、確かに。それだったらさ、うん、ちょっと頑張ったら出れるじゃん。清水はさ、もう伏見とかマルティネスとか軍司が使われてるからさ、はい、うん、ちょっともうチャンスないかなと思って、うん、まあ出た方がチャンスあるんじゃないのかと思うけども、はい、低いから、うん、打率が全員、うんうん、で今で内野で高いのって言ったら清宮の2割8分クリーン、はい、あとまあ加藤が2割5分7厘、うん、そうですね、2割5分超えてるの2人だけだからね内野、うん、それはマルティネスもファースト守るわっていうね、はい、ところもあるし、野村でも2割3分6厘でしょ、うん、だから、うん、いやそれはもうハムで頑張った方がいいよ。ハムが一番チャンスある、はい、頑張ればまだ掴めるか全然だって1割台ばっかりだもん、はい、これやっぱ使わないと。そうですね、チャンスがないとかあるとかじゃなくて、うん、全然チャンスがら空きある、うんうん、で外野は、はい、まあ、松本、うん、でまあ頭も怪我から帰ってきてね、うん、で万波でしょ、はい、でまあ江越が出たりとか磯畑、うん、ね、で今川がね、うん、最近、はい、4月29日以来1軍にいないというところで、うん、まあ、今川もね、万波が独り立ちしたというところと、はい、でまあ、江越がね、うん、来て、まあ、守備とか走塁とかも、まあ、いいしね、うんうん、で松本がいて、で左は磯場だと浅間がいてというところでちょっとチャンスないかもしれないけど、うん、まあ、でもだからって言ってそんなもう、うん、ぎゅうぎゅうに困ってるわけじゃないから。そうですね、うん、で外野がそもそも 1,2,3,4,5,6,7 人しかいないから、うん、試合下で言うとね、はい、だから細川か外野守ったりして、はい、まあ、いろんな複数ポジション守ってさ、はい、やらなきゃいけないから外野もちょっとトレードに出してあげてまでっていうのはいないんだよね、うん、今川選手怪我してたんですよね、うん、ちょっと最近復帰したっていう。だから清水フライだね。うん、あとはもう頑張った方がいいよハムで。そうですね、うん、そんなまだ全員チャンスある。そうですね、うん、そんな全然ないとかな、はい、今だって確実レギュラー掴んでんのは、うん、松本と万波キャッチャー以外だと、うんうん、でまあ清宮、はい、浦井ちゃんとの村か浦井ちゃん、うん、頭なんか流動的だよね。そうですね、キャッチャー以外 ね、 ですね、うん、だからまあ頑張った方がいいね、うん、まあ、あと加藤選手とかね、うんうん、これはもうハムでね、はい、でピッチャーね、はい、ピッチャーで言うとね、うん、縦のぐらいかな、おチャンスなさそうなのは、まあ25歳、はい、去年ね結構投げましたよね。そうそうそう、
11試合ね、はい、10先発して4勝3敗というところで、今年は3先発1勝2敗ね、はい、ここまでまあほぼほぼもうチャンスできてないしね、うん、でもまあピッチャーも正直もうハムで頑張った方がいいんだけどね、まだ掴める場所が入るところがあるという、まあ、強いて言ったら立てろかなっていうね、うん、はい、あとはまず全体的にね、うん、この、まあ、若い選手が多いっていうところと、はい、まだハムでも結果残さないと、うん、ハム以外ってなってもね、この選手使われないねっていう人いないしね、うん、結果残してて、そうですね、うん、実績とかいろんな、もういろんな加味して、うん、この人、まあ、去年とかだったらこれ立野とか根本とかどうしたんやみたいなね、はい、今年は何やってんねやみたいな感じになるけども、うん、結局斎藤とかね、うん、斎藤怪我したよね、うん、斎藤はい、うん、堀投手とかも出てないですね、うん、でも河野がいいからね、で宮西がいて、うん、だからよくよく考えたけどやっぱりピッチャー、ま、立てのぐらい、うん、まあ、福田もね一応上がってきて今いい形でね、うん、日本でも防御率1点台だからね、うんうん、いい形だし、でいないんだよね、なんか去年もこうだった気がします、うん、だから強いて言ったら立てのぐらい、うんうん、強いて言ったら、はい、もし次出るとしたら、うん、次誰かのトレード相手で出るとしたら、さすがに堀とかはないでしょ、さすがに今までの貢献度考えるとちょっとそうですね、だからいないよね、うん、まあ、でも無理に出さなくていいんじゃないですか、そうだね、でも、うん、でもバンバントレードするやん、なんだかんだね、なんだかんだバンバン、バンバンしてくるやん、2対2しましたしね、うん、でもまあ立ての、うん、清水ぐらいかな、もしある、あるっていうか、まあ、佐藤さんの推薦としては、そうそうだね、うん、あとは、あとの選手は、はい、まあ、もっとハムで頑張った方がいいよっていう、うん、チャンスあるよっていうね、はい、うん、ところあるけどね、はい、皆さんね、うん、どう思いますか、はい、ヤクルト1000ビフィズスキンです、ヤクル、何ですか、ヤクルト1000、ヤクルト1000ビフィズスキン、ビフィズスキン、はい、ビフィズスキンやんな、ビフィズスキンでしたっけ、え、何、ビフィズスキン、ビフィズスキン、ビフィズスキン、うん、だよね、ヤクルト、はい、何でしたっけ、あんま覚えてないですけど、ヤクルト1000は美味しいですよね、飲んでる、結構飲んでますよ、へ、すごいじゃん、はい、うん、結構最近自販機とかにあるんですよ、ヤクルト、はい、1000、へ、うん、うちの近くのコンビニもたまに入って、うん、もうすぐなくなるんですけど、うん、また補充されて、そうだ、はい、ヤクルトと試合したらヤクルトもらえるから、あ、そうなの、ドーンと置いてある、え、ヤクルト1000も置いてあるんですかね、ヤクルト1000も置いてあると、へー、ドーンって、いいですね、ロッテはガムだから、ガムと飴、うん、ヤクルトはヤクルト、ヤクルトで裏にあるから、お、ヤクルトあんじゃんってでもさ、はい、ヤクルトあんじゃんって言ってもさ、結構置いてくれてんで、はい、っぱいそんな人に何個も飲まないじゃん、そんな飲まないですね、はい、1個じゃん、はい、1本首って飲んでね、そんな飲んでもね、はい、ちょっと超そんなそこまでさあ、ということでヤクルト、はい、そうですね、トレードに出してあげた方がいいです、はい、こちらです、うん、じゃじゃん、はい、大下ユーマ、うん、31歳、はい、広島、あ、ピッチャーから去年結構投げてたように思いだけどね、うん、去年がね30試合、1勝1ホールド、うん、2ホールドポイント、はい、投げたけど今年10試合しか投げてないんだよね、うん、1軍 で最後に投げたのが、あ、今年投げてないじゃん、ファームしか投げてないですよ、ファームしか投げてないじゃん、うん、あ、去年が10試合だ、で一昨年が30試合、うん、ということでちょっとずつ試合数ね、うん、減ってきてるっていうところもあるし、今年1軍で投げてないからね、はい、まあ、31歳、若干サイドスロー気味、うん、リリーフ、はい、ちょっと変則系、うん、欲しいところどうですかっていうね、はい、もう多分でも21試合投げてますからね、うん、そうそう、投げるのは投げてるからね、うん、そういったところでは戦力としてまだいけるんじゃないのかなっていうところはあるし、はい、うん、1軍だとちょっともう枠がね、うん、まあ、あのヤクルトもそんなに言うほどチーム全体の状態がいいわけじゃないから、はい、あれだけども、うん、まあ、ピッチャーもリリーフはね、うん、石山、清水で木澤、うん、星、田口、山本、大西、今野が、ね、いるから、うん、ちょっと右、これでも完璧だもんな、うん、リリーフは、はい、そういったところではちょっと入る隙間はないかな、まあ、怪我人とか出たとしても、うん、ちょっとなかなか厳しいんじゃないのかなっていうね、はい、ところで、でも怪我人が多いんだよ、うん、山下、はい、とか杉山とかね、うん、ちょっと怪我人が多いからね、奥川投手もそうですね、全員ドラ打ちやん、あ、本当だ、山下、杉山、杉山ドラ1か、あ、ドラ3だ、でも上位じゃんね、うん、上位ですね、みんな、うんうん、杉山清高、オメガドライブ、え、何ですか、知らんの、
君は 1000% 知らない。あれかカルロス・トシキ&オメガトライブだったな。間違えてた俺。あ、じゃあ全然関わりないじゃないですか。うん、違うかった。ただ杉山さんが見てたんですよね。じゃあもういいです、はい、私は後で調べておきます。だからまあ、はい、ね、この大下、うん、そしてまああと星かな、あ、じゃあ星じゃない、うん、原と星いつもよく間違えるんだよ俺。一文字ですからね、さっきも言ってたのに。はい、原樹里、うん、今年まだ1軍で1回も登板しないんだけど、ね、そうなんですね、まあ、2軍で先発、うん、ちょっと防御率が振るわないけども、うんうん、29歳、今年30歳、うん、もうすぐじゃん、うん、ね、これぐらい選手出したらトレードでもいい選手取れるんちゃうかっていうところではね、うんうん、いい形になるんじゃないのかなと俺は思うけどね、はい、うん、でも結構先発が苦しいチームでもあるじゃないですか、うん、ヤクルトってでも使ってないからね。まあまあそうですね、その苦しい中でも使ってないわけですもんね、うん、だから今の先発でいうと、うん、石川ね、はい、で小川、うん、小沢ね、うん、で高橋奎二が良くなってきてるからね、はい、でサイスニード、うん、ピーターズとか、うん、でその後に来るのが、まあ、金久保とか、はい、若手ですね、うん、あとはまあ吉村とか、うん、であと高梨ね、はい、とかなってくるからちょっと順番がね、はい、なかなかっていうところもね、うん、あるからね。確かに先発、この間石川雅規投手が2番手で投げてましたね、うん、ああそう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 、うん、あれもね、でもいいピッチングしてたけどね、はい、うん、まあ、っていうところがまあ多分ヤクルトの中では、はい、ね、候補かなと、はい、野手はね、はい、松本直樹、あ、キャッチャ ー, ャッチャーのだってもうキャッチャー中村、はい、もう内山、古賀だもんね、うん、もうでまだ唯一1軍今年チャンスないしね、うん、でも2軍で3割8厘打ってるわお、結構打ってますね、結構打ってるから、で29歳、今年30歳、うん、はい、もうラストチャンスぐらいだからね、うん、キャッチャーちょっとお困りで、はい、打撃もちょっと期待できますよみたいなところでね、うんうん、はい、どうですかっていうね、うん、ところではワンチャン俺はいいんじゃないのかなと思うし、はい、あとはね、太田、太田健吾選手ね、健吾、うん、今年早生まれだから、はい、今年度27歳、なんと2軍で3割5分おーホームラン4本、打点21、めっちゃ打ってます。日本ハムから来て、うん、ヤクルトに。で1軍ではね、今年6月15日ソフトバンク戦だから、まあ交流戦一番上がってたけどね、うん、まあ、ちょっと1打席とかだからね、はい、やっぱこう4打席やりたいよね、うん、そうですね、ってなった時に今二遊間のところ長岡とか、うん、山田が怪我しても竹岡とか、うん、宮本とか出て、太田がチャンスないのよ、うん、一応ね使ってもいいんちゃうかって俺は思うけどね、うん、ここまで打ってんのにっていうね、でもそれでチャンスないんだったら、うん、まあ、トレード、うん、いいんちゃう、そうですね、2軍で3割5分はちょっと見てみたいよね、うん、1軍でね、はい、2軍でこんだけ打ってて1軍で出どころないってことは、まあ、まあなかなかチャンスもないし ね、 ないね、本人にとったらチャンスがあるところに行けばね、はい、細川みたいにね、うん、大きく花開く可能性もあるしね、うん、でや松本も若干やっぱキャッチャーの中だったら優先順位が下がってきてるからね、はい、だから松本、太田ね、うん、で大下、で原っていうところがチャンスあると思うけどね、うん、はい、ヤクルト もうギリやからな今もう挽回に向けては、そうですね、うん、でも5位、結構上ともう差ついてますよね、9ゲーム差、わ、3位と、うん、4位と 7.5 ゲーム差、はい、貯金作るまで13借金あるからね、うん、まあ、そういったところでは、うん、まあ、トレードで活性化っていうのもいいですよね、もういいしね、うん、あとはその選手たちにチャンスを与えてあげるっていうね、はい、そのもし自チームでチャンスがないんだったら他のチームでもチャンスを与えてあげるとね、うんうん、いいっていうところもあるし、うん、あとなんか現役ドラフトの選手ちゃうかとかって言うけどさ、はい、あそこに取っておくみたいなことですか。でも現役ドラフトまで取っておいても、うん、はい、その他の チームが欲しいっていう順位がいっぱい取ってくれないと優先順位上がんないじゃん、うん、はい、ってなったら好きな選手まだ取れる可能性があるトレードの方がいいんちゃうかと思う、うんうんうん、であんまりいい選手が同一リーグに行かれちゃうと困るじゃん、はい、だからそう要は自リーグの戦力を上げないように他リーグからいい選手を取ってくるメリットもあるわけ、はい、トレードはね、うん、現役ドラフトは自リーグ間同士で、はい、横浜なんて細川中日行ったから中日に爆上がりしてるじゃん、はい、まあ、でも中日の総力が低くて、うん、DeNA の敵にならなかったから、うんうん、よかったけど、はい、ではね、大竹みたいにソフトバンクから阪神行って、うん、阪神で爆勝ちしても、うん、ソフトバンクは行ったら出ないから、うん、いいじゃん ね、はい、いいですね、でもドイツリーグ行かれちゃうとね、うん、万が一あるからね、はい、そういった意味ではトレードの方が思惑に沿ったことができるから、うん、これはまあトレードの方がいいんじゃないのかと思うけどね、欲しい選手ともこうね直交渉できますからね、そう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 、球団同士で、うん、ということで皆さん、はい、どう思いますか、
さあ今回はオリックスバファローズというところで、はい、うん、まあ今ね首位今日現在渡ってますけども、はい、この動画が公開される時は何位なんでしょうっていうね、うん、ところで、はい、でオリックスってそんなトレードあんまり動かんよな。あ、普段から そんなある。まあ広岡が今回ね、広岡と K 鈴木ね、うんうん、だって阪神のピッチャーとトレードしました、小林。ああ、じゃあちょこちょこあんだね。そうですね、うん、そたまに、ほんとたまに、あ、石川もやりましたね。ああ、石川ね。でもなんか、はまらないよね、そのあんまりトレードが。私、トレードで移動して大活躍があんまイメージはない、うん、ないかもしれない。そうだね、うんうん、まあ、その中で、はい、ね、まあ、この動画は誰を撮ってくるかじゃなくて、はい、使わないなら出してあげようっていうところだからね、はい、うん、といったところで、はい、ピッチャーはねこの選手、はい、吉田亮、26歳、はい、まだまだ若いですからね、うん、まあね、久しぶりのリーグ優勝した時、はい、2021年か、うん、にした時はねもうかなりのね、いやそうですね、うん、投球で CS とか、ね、日本シリーズも投げてましたからね、うんうんうん、でも22年からねスライダーだけしか投げれないっていうところがバレちゃってね、はい、それ狙われちゃうっていうね、そういうところで、はい、でも2軍ではね 1.47 だから、うん、防御率20試合登板して、はい、でもまあ今1軍がねリリーフが平野ワゲスパック、うん、で宇田川、はい、で小木田、山崎総一郎、うん、で比嘉か、うん、右がちょっと豊富だからね、うん、なかなかチャンスないっていうところで、はい、吉田もしくはね、うん、漆原、あ、漆原もね6月のジャイアン戦に5失点食らって、はい、そこからの2軍っていうね、うん、ところになってるけども26歳とかね、うん、そう同じぐらいの世代ですよね、うんうん、っていうところが、あとはね近藤、うん、あ、32歳、そうそう、で近藤もね6月7日にジャイアン戦に2失点してね、はい、っていうところがあるんで、近藤選手なんか今までの貢献度とかは、そうだね、こうそうですね、17年から21、20を怪我してたんだよね。あ、そうなんだ。そうか、だから投げてないんだ、うん、でも50試合登板だからね。いや、そう、うん、今までのでも休んでる間に人が出てくるっていうね、あ、そうなんだ、ところがあるからね、うん、プロ野球の道1日も休んではならずっていうね、はい、だからここね、うん、あと本田も1軍で今いるからね、はい、だからなかなかチャンスがないっていうところだと黒木ね、はい、黒木雄太、この4人の選手、そう、かぶるキャラかぶりじゃん、はい、大体、うんうん、使うところも、だからこん中から誰かいい選手を、うん、ね、やっぱこの全員で潰し合っちゃうからチャンスもないしね、うんうん、1軍で もうポジションもないから、うん、この4人の中の選手、俺は誰かトレードに出してあげてもいいんちゃうかって俺思うけどね。そうか、みんな序盤出てて、うん、ちょっともう今落ちて出てないっていうような状況なんですね。でももともとはいいポテンシャルあるからね、はい、その心機一転、新天地でね、チャンスがあればいい形でピッチングできる可能性あるから、うん、俺はもうワンチャンいいところね、うん、かなりね、はい、まあ、その中はね、鈴木康平はだって行って今ジャイアンツじゃな、はい、1軍でこの前もドラゴンズ戦満塁で行ってたからね、うん、抑えたりとか、そのケース鈴木だってね、今ジャイアンツ1軍で投げてるわけだから、うん、今言った4人の選手たちも今1軍でね、はい、他のチームに行ったら投げれる可能性も十分あるからね、チャンスつかめばね。そうですね、うん、俺はかなりそこのこの4人はちょっとキャラかぶりするから、うん、いいと思うけどね、はい、生きどころはありそうですね、うんうん、あと野手はね、はい、野手があんまりいないんだよね。だからまあ西野とかね、あ、まあ使われなかったらって言うけど、もう30今年3歳だからね、はい、っていうところで、うん、まあどうなんやろうっていう ね、うん、ね、だからもう山足かな。あ、もう山足はね、2軍ではもういい感じで打つのよ、はい、毎年、うん、でも1軍に来ると、うん、なかなか結果残さないっていうところで、うん、まあロッテの平沢バージョンだね、うん、もう2軍ではもうだからもう、うん、オリックスでできることないやろっていう、はい、正直2軍であそこまで打って、うん、ね、まあ今年はちょっと2割5分5厘ホームラン1本っていうところだから、はい、ちょっと低いけども、うん、だからもうね、今年30歳だから、うん、ワンチャンどっから他のチームに行って、うん、チャンスっていうところもね、うん、あっても俺は山足はいいんじゃないのかなっていうね、はい、ところはあるけどね、うんうん、あとはなかなかね、まあね、福田とかもね、ちょっと今、はい、ね、うん、低迷してるっていうところもあるけど、茶の間に2軍落ちちゃったからね、うん、まだここでチャンスが出てきた時にそこをね、掴めるかっていうね、はい、まあ、今年31歳っていうところはあるけども、ちょっとね、はい、
福田もう落ちるの早いよっていうね、うん、今一軍では出てますけどね、うんうん、でもまた野口とかね二軍から一軍来て、またいい働きしてたり、うん、義母もね、まあ、いい感じだし、若手はどんどん出てきますからね、うん、で頓宮がいいしファーストね、うん、定着して、ね、胸触るみたいな、紅林も状態上がってきてるし、ね、はい、だからチャンスがもうなくなってきてるから ね、 うね、中途半端層はそんないないんだよね、オリックスもね、若いかみたいな、うん、だまあまあ山足はまあチャンス上げてもいいんちゃうかっていうね、合う球団あります？山足、はい、どっかあるやろ今まではあったって言うじゃないですかちょっと見つけてくださいよ、ちゃんと。ちょ疲れてきたんだよ。あ、本当ですか？ご飯が来てないから、袴田さんのせいで住所間違えちゃったご飯が、はい、俺の自宅に届いてるやん失礼しましたご飯が、あれ佐藤さん、ご飯俺は変えました？変えたに決まってんじゃん、俺一番最初に、あのだって変えないと、はい、要はその、まあ、出前館でね、はい、頼んだんだけども、住所のところ変えないと、はい、うん、その地域が違うから、はい、出てくるお店が変わるわけよ。いやそれだから俺の家から選べるのと、はい、こっから選べるのは店の携帯が変わるわけ、はい、だから 100% 一番最初に変えることなんだよ。あ、そうなんですか、うん、で私なんかこう見てたら、うん、ポってどっか押したら、あ、住所が変更されましたって出たのは見たんです、うん、だからあ変更されちゃった、あ、まずいまずいと思って、こうやって変えとんのにな、全然変えとんのに、変えとんのにな、電話かかってきて、はい、出前館から、うん、あのすいません、家の前でインターホン鳴らしてるんですけど出ませんけど、えみたいな、あれうちの家族が頼んでだろうかなと思って、はい、あ、ちょっと待ってくださいって言って嫁に電話したら、今外出かけてるって、はい、で、あ、でも領収書はここになってんじゃんって言ったら、住所変更してないじゃん。あれ領収書で変えたってことですか？じゃあ私あれ、どうなの？いやいや、領収書は俺がもうちゃんと、その、ああ、いや、こっち変えたのにな、全然変えてないから、もうそれでもお腹空いてんだから、みんな、もう私もお腹空いて、だって来た時からお腹空いてたんだもん。1時間以上経ってるで、注文してから、はい、お肉冷めちゃったかな、高川さんのせいでお肉冷めちゃったかなもうそれでも考えるし、こう遅くなってきてるんですか、うん、じゃあちょっと食べたら山内選手の行き先もちょっと思いつきますかでも疲労かもね、はい、結局チャンス得たけど、やっぱパッとしないんだよね、結局現状ね。疲労かも、1割9分3厘だからね、はい、きついね、なかなかね、うん、でもあのオリックス来ても2軍ではめっちゃ打つのよ、3割3分3厘早くちょっと突破しようよ、2軍の帝王っていうね。そうですね、でも1軍に空きがないと入れないですかもんね。いや、あったっていっぱいありましたいっぱいあったって、内野も外野もいっぱいあったってチャンスはあった来た時、はい、しかも右の大砲いないから、はい、あ、そうですね、だから内藤とか取ったらいいですね。でホームランも打ってチャンスを得たわけだけど、うん、はい、結局継続して打たれへんのよ、うん、単発じゃ意味ないのよ、はい、そうですね、パチンコと一緒よ、うん、単発じゃ意味ないのよ、はい、これもう連チャンしないと、継続しないと、うん、だ結局いろんな選手出るしな、チャンスもそこそこあるんだよね、はい、オリックスは、うん、結果も出しながら、うんうん、でもそうなるとまあね、西野、いや、まあ、山足、うん、福田どうなんやっていうね、うん、もう見切ったんだったら、うん、いいの取れんちゃうかっていうね、はい、でもまだねチャンスあるからね、福田もね、うん、今茶野が2軍に落ちて、はい、まあ、茶野が出てきたことによって福田がね玉突き、そうですね、あ、陣地になっちゃったからね、うんうんうん、今セデーニョがまた打ち出してきてるからね、うん、セデーニョ、あ、セデーニョね、うん、シュインデルはどこ行ったんやっていうね話やけどね、うん、セデーニョって24歳なんだ、まあっていうところでね、はい、だからやっぱピッチャーやな、積極的は、うん、野手っていうよりも、はい、ピッチャーのあの4人の中で誰かいい感じいったら、その選手たちも多分ね、うん、あの喜ぶと思うからね。そうですね、うん、ピッチャーは結構今出どこないですもんね、うんうん、まあそういったところでね、はい、皆さんどう思いますか、はい、早くご飯が来てほしい、うん、さあ今回もうセリーグ最後です、はい、広島カープということで、はい、今年優勝予想、うん、しかも広島マツダスタジアムで里崎コールが起こるっていう、そうらしいですね。そうなの、うん、やばくないこれ。それ何、ありがとう里崎コールってことですか。そう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 、うん、あの1位予想してくれて、はい、しかもカープが、ね、はい、可能性ある順位にいるっていうところで、うん、それどういうきっかけで里崎ってなったんですか。いや、なんかその二次会、はい、そのスタンドでファンの人が終わった後ですよね。終わった後、うん、でそれでよくは分かんないんだけど俺も、はい、うん、その場にいたわけじゃないから、はい、あのなんかいろいろ聞くと、はい、今年軒並み、はい、順位予想を低いやつらばっかりやのに、うん、その中で1位予想をしてくれてる里崎さんの
エールに応えて散々コール行きましょうみたいな。へえ。で俺が終わったら、はい、今なんかアニヤさん体調崩されてるらしくて、はい、アニヤさんも1位予想してくれて、うん、アニヤさんにもエールをみたいな、アニヤみたいな言って。あ、そうなの。へえ、すごいですね。そう、まあ、うん、でもまあね、優勝するから。おする。うん、まあ、1予想してるからね。はい、伝説になれ里崎。うん、そうなんです。でも大瀬良がもうちょっと買ってくれたらな、するんやけど、なんかいまいち乗り切らへんねん大瀬良が、うん、何やってんだよみたいな、うん、ところあるけども、はい、まあ、その中でね、はい、もう一丁戦力を上げるためにトレードに出した方がいい選手っていうところで、はい、野手ね、はい、ね、いない、いない。磯村もね、はい、もう毎回トレードに出してあげた方がいいって言いながらも、うんうん、今は坂倉と磯村のスープラトンだから、はい、そうですね、そこはね、うん、まあ、使われてんだったら、はい、使わないんだったらっていう定義だからね、はい、使われてんだったらまあそこでいいかなっていうね、うん、今相澤選手がね、出てないんですよね、うん、で俺は正直もう中村翔成トレードでもいいんちゃうかって俺は思ってるんだけども、うん、今ちょっと怪我してるっていうね、怪我か、ちょっとコンディション不良っていうところでね、はい、まあ怪我してる選手ね、うーん、チャンスも減ったくでもないじゃん。そうですね、うん、で、うん、あとはその葉月大森っていうね、はい、同じようなキャラクター、うんうん、あと矢野っていうね、ここも一軍で、うん、まあ、守備固めダイソー含めて、はい、いい形の働きもしてるから、うん、まあまあいいかなっていうね、はい、まあ、小園も一軍でね帰ってきて呼んで、うん、まあ、田中康介がサード回ったりとか、うん、はい、今いい形のね働きしてるじゃんね、うん、そういったところで言うとなんかこうチャンスもなく、うん、2軍でくすぶってる野手ってあんまいないんだよ。で、まあ、こう近年でウグサとかね、はい、まあ、今年は2軍っていうところだけど、うん、まあ、もうちょっと2軍でね、はい、修行した方がいいっていうところと、うん、まあまあまあそんな出てまでっていう感じもないしね、うん、この人が、まあ、出た方がいいっていうのが野手はね、いないんだよね。へー、あ、もうそういうチームもあるのか、うん、で堂林とかもね、はい、まあまあいいところでたまに打ったりとかもしてるし、うん、はい、まあ、上本もそうだしね、うん、だからそのいや、こんだけ2軍で結果残してるのに使わないんだったら出してあげた方がいいんじゃないのみたいな選手がね、うん、野手はいないね。へー、うん、あ、じゃああれですね、もしファンの方が見ててこの人はって人がいたら教えてほしいですね。教えてほしい、うんうん、で、ピッチャーね、はい、ピッチャーはね、うん、岡田、矢蓋、一岡、あ、この3人、はい、ちょっとキャラかぶり、はい、っていうところと、はい、まあ、もう30歳超えてきてて、うん、ね、でも使わないんだったらもうワンチャントレードで出してあげても本人たちのためかなっていうね、うん、ところはあるよね、この3人は、はい、岡田投手と一岡投手は今年はまだ出場なし、うん、今のカープでいうと一軍がリリーフ大道、栗林、中崎、うん、ケムナ、堀江、矢崎、矢崎ね、はい、島内、ターリーだからまあまあちょっとないじゃん、うん、入っていくところ、はい、正直、うんうん、でここら辺がもう仮に誰かが抜けていったとしても、うん、もし入ってくるところって考えたら、まあ、リリーフとかだったら、まあ、増田とかね、はい、河野とかも取ってきた、あと松本 ね、確かにとかもいるし、社会人出身の選手はね、うん、あとはまあアドゥは、はい、あー、アドゥはもしもう使わないんだったらワンチャントレードでも面白いかなっていうね、はい、ところはあるけどね、うん、2軍で8試合防御率 2.70、はい、うん、4月30日以来、うん、1軍は出てないです、うん、だアドゥはとかまあチャンスあるかな、もしあれだったらね、うん、まあ、24歳ですからね、うん、だからまあこのちょっと岡田、矢蓋、一岡はちょっとないね、うん、チャンスが、もう今のチームではなかなか厳しいと、うん、それだったらもうワンチャンスね、はい、新規一点違うチームでっていうのも、うん、ラストチャンス、そうですね、チャレンジ上げてもいいんじゃないのかな、まあ、まとまればね、うん、っていうところはあるけどね、ちょっとなんかね大道とかも出てきたしね、うん、そう、なかなかねあれがないから、もしチャンスがあるんだったらね、うん、はい、これはもう本人たちのためにって感じだね、うん、そうですね、うん、他のチームにチャンスがあればっていうね、うんうんうん、まあ、右のリリーフ欲しいチームってありますよね、うんうんうん、あとはもう野手含めてもやっぱないもんね、今もう精一杯な感じだね、ちょっと薄いしね、うん、はい、チームの、その選手層、うん、でカープは今だってウエスタンで3位、まあ、5チームしかないけどね、はい、貯金4、
打撃ランキングとか投手ランキング、ウエスタン見ても、うん、やっぱりその結果出してる選手は1軍行ってんだよね、小園とか、まあ、中村隆弘ねはまあ行かってほしいだけども、うんうん、でピッチャーとか入ってんのがいなくてね、中崎とか大道だから、うん、で森浦っていうね、はい、でも1軍行ってるからね、そうですね、うん、だからなかなかその2軍の選手でっていうところでね、うん、くすぶってる選手がいないんだよね。あ、そうなんだ、うん、だから今精一杯の戦い、はい、うん、1軍でそうですね、もういい人はもう1軍にいますっていうことですね、うん、そうそうそう、で2軍でくすぶっててっていう人がいないから、うん、だからなかなかトレードに出してあげてもいいかなっていう選手もなんかちょっといないっていうね、まあ無理にね、うんうん、作るもんでもないしね。あ、そうですね、うんうん、現状広島首位まで3ゲーム差、はい、首位まで3ゲーム差だからね、うん、勝ち数だけで言ったら阪神に1差だからね、1勝差、はい、へー、 DeNA と勝ち星は一緒だからね。本当じゃ分かんないですね、どうなるか分かんない、チャンスあるやっぱり十分、うん、俺多分今年広島が万が一リーグ優勝したら、はい、俺も神様になるね本当広島で、うん、真っ赤なやつ来て、はい、特番行くわ。カープ優勝パレード行くんですか。いや多分優勝したら、はい、特番多分、そうです、優勝パレードの優勝特番とか来るやっぱ来るやろやっぱり、はい、そのだって広島全く関係ないのに、はい、カープ優勝予想してるの俺ぐらいだからね、うん、そうですね、うん、広島の OB でも優勝予想してない人いるのに、はい、プロ野球ニュース の、 あの順位予想見て、はい、あれもう一回ちゃんと見てみて、すっごい面白いのが分かったら。あ、本当ですか、うん、うん、すっごい面白いのが分かる、すっごい面白いのが分かるから、へ、特にセリーグ見てすっごい面白いのが分かる、はい、まあ、これをね皆さんもしね見つけれたらね、それ見たらプロ野球ニュースの解説者順位予想の、うん、特にセリーグ、はい、見たらすっごい面白いことが分かるからぜひ皆さん見つけたら見てみてください。はい、はい、ということでカープね、はい、だもしカープファンの皆さんね、うん、どう思うかね、はい、俺はこんな感じかなって思うけどね、うん、皆さんが私たちがねこう見つけてないところっていうのをね、うん、ちょっとどう思うかね、コメント欄で、はい、お待ちしてます、はい、さあ最終回です。そうです、12球団目やっと、うん、やっと来ました。はい、はい、最終回といえば、最終回といえば、はい、一本グランプリです。いやもうそうやめてよ、もう最終先に言ってくださいよ。最終回といえば、はい、そろそろ何かあるんですか。はい、あります。はい、最終回の醍醐味といえば、はい、逆転サヨナラホームラン。え、もう何を求めてるんですか私に。何が正解なんですか。分かんないんですけど。いや、一本言ってくれんかったじゃん。そうですね、うん、ダメなん今の。もうちょっと欲しいですね。もうちょっと欲しいって。私出てこないので、ね、大喜利苦手なんですよ。芸人さんじゃないんで。大丈夫、そういう仕事も増えるかもしれないじゃん、最終回といえばってなんかもう普通すぎません。なんか最終回にこれが起きたら面白いとかそういうんじゃなくてですか。じゃあ最終回にこれが起きたら面白い。いやもう全然考えてない、もうやだやだ。もうこれで時間伸ばそうとしないでください。そんなことない。佐藤さんの答え聞かせてください。そんなこと、最終回にこれが起きたら面白い。大喜利なんですけどどうですか。そうなの、はい、最終回にこれが起きたら面白い、はい、放送休止。面白くない。最終回いきなり放送休止なんで、もう。ああ、中継がですか。もう放送が休止、終わっちゃうの。終わっちゃうんですか。最終回来週からありませんみたいな。はい、あ、来週からありません。そうだよ、だからもう、あ、最終回、最終回がないの。野球の最終回じゃなくてドラマとかってことですか。そうそう、もう最終回はもうないの、休止、エンディングなし。一番モヤモヤするやつですか。、うん、はい、ちょっと話行きましょう。さあ、はい、ということでソフトバンクですね、はいはい、ピッチャー、はい、まずこの選手、うん、古川優。古川投手、うん、古川投手もう、あの、なんなら今年移籍したばっかり、ソフトバンクに、うん、最初楽天だったんですよ、うん、楽天、ジャイアンツ行って、うん、で、日本ハムか、うん、で、今年ソフトバンクでも4球団行ってますよ。で、ソフトバンクの今2軍で防御率 1.38、 わ、結果出してるじゃないですか、うん、でも、はい、で、あの1軍では8試合登板して防御率5点、うん、チャンスあったんだけどね、はい、っていうところで、うん、もうチャンスないんだったら、うん、トレード。あ、トレードまた、うん、だってまだ高が4球団だから、あと8球団。確かにそうですね。だって使われるところに行った方がいいじゃん、うん、まだ27歳よ、今年28歳、はい、うん、まだチャンスありますよ全然、はい、しかもあの右投げ右打ち、うん、ね、うん、で2軍では2軍の、だって1軍で成績残せるのは2軍で 1.38、は
はい、1点台と、うん、でしかもソフトバンクは1軍そんな飽きないからちょっとダメだったらすぐ落とされるんだよ、はい、そう我慢とかしてくれないから、うん、でそれが大竹がいい例じゃん、うん、そうですね、うん、結局は大竹だって去年、うん、1試合目は抑えたけど援護なくて勝ち星つかなかった、うん、2試合目でちょっとやらかしちゃった、うん、それでもうチャンスなくなるわけよ、はい、我慢してくれないわけよ、うん、アスレチックスの藤浪、うん、何回やらかしてもチャンスを与え続けたら、うん、そのアスレチックス弱いからね、うん、そしたらもう今めっちゃ抑えてるからね、はい、しかもチーム勝ち勝ちしたら5勝目やろ、うん、古川もそのタイプやろ、あーなるほど、チャンスを与えてくれたら結果残せると思うやん、うん、長くね、うん、次もあるっていうところで言うと、うん、そしたらもうとりあえず出してあげた方がいいじゃん、確かに一番合うチームを探した方がいいですね、そう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 、どうせソフトバンクも合わなかったんだったら、はい、うん、もう次まだあるから、うん、ね、いいところを見つけて、そうですね、移れるうちは移って探した方がいいですね、そう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 、うん、だから俺は古川ももう一回行こう、そうですね、うん、もう一回出しますか、もう全然全然いける、うん、そうです、あと8球団ありますね、うん、いいところあるよ、うん、あるある、うん、お、それもう次の動画で来てるんですよね、うん、まあ撮るかどうか別だけど、待ってこんだけ今までの動画13本目で全部言いますって言って、うん、どんな球団13話目じゃん、13話目、だからさっき言ったじゃん、はい、最終回、うん、何が起きたら面白いか放送休止やっちって、いや佐藤さん面白くない放送休止面白くない、全然面白くない、しかもあの13話目がさ、はい、12話目のすぐ後に来るとは言ってないから、ああ、まあまあそうですね、うん、うん、あの2週間野球で延長してますあるよ、来週野球で中止です、うん、来週野球で中止ですみたいな、はい、でもあるじゃん、はい、だから別に、うん、すぐ13を放送すると限られるからね、でも最初の方のトレードの動画で13話目が楽しみすぎるってコメントすごいありましたよ、だから 13話目があるのは事実だけど、はい、すぐやるとは言ってないから、あ、まあまあそうですね、いつ出るか、いつ出るかは来年とか言わないでください、今でしょあ、出してくれるんですね、すぐね、はい、分かる、それはもう俺の気分によります、はい、さあということでね、はい、俺は古川選手いいと思うんだよね、あとはね、うん、こちらです、はい、高橋礼、あ、もうちょっと一軍あんまチャンスないからね、5月13日オリックス戦投げてからね、はい、まあここもちょっと失点が多かったっていうところで、うん、今2軍、はい、ね、でファームの成績は防御率 1.64、うん、14試合登板7先発、うん、ね、5勝1敗、はい、どうよ、でもいいですね、うん、え、なんで1軍で今いないんだろうっていうぐらいですね、うん、成績的には、しかもちょっとね先発もちょっと苦しかったのにね、はい、まあ、だからそこチャンスもらって打たれたっていうところもあるけどね、うん、でもそしたら新規行って、はい、もう古川と高橋で出ちゃったら、うん、はい、田中正義、うん、そして大竹なれるチャンスあるからね、そうですね、うん、どこで投げても1軍は1軍で野手、はい、こちらです、はい、じゃん、リチャード、あ、めっちゃ打ってんじゃないですか今、うん、ファーム、ファーム、うん、あの打率は低いのよ、2割4分3厘、はい、でもホームラン13、打点41、わお、だとホームランと打点2冠です、うん、2軍で、でも1軍来ると0割8分3厘、ホームラン0本、そうですね、だから僕、やることないね、はい、あの平沢と同じパターン、うん、2軍でも、だから、はい、そのリチャードの右の対抗系、うん、欲しいところ、あったら、うん、あるある、でもリチャードもちょっとチャンスないじゃん、サードに栗原が行って、うん、そうですね、ね、うん、っていうところでは、でファーストに中村晃いて、うん、デスパイネも取ってきた、うん、だから要はリチャードが打たないからデスパイネ取ってきたわけですよ、うん、リチャードが打ってたらデスパイネとか来てないわけよ、はい、ということはもうリチャードに対しての期待値が薄い、うん、でも2軍じゃめっちゃ打ってる、うん、じゃあもうワンチャン出しましょうかと、うん、リチャード欲しいとこいっぱいありますよ多分、それあるんちゃう、うん、ね、うん、だそういったところでは俺野手はリチャードかなっていうね、はい、まあ外国人がいっぱいいるから日本人あんまりいないのよ、試合下に、あ、ガルビス、アストリーヨ、うん、はい、でホーキンス、うん、デスパイネっているからね、でキャッチャーもね、うん、もうミネイカイがほとんどで、まあ、谷川が一軍上がってきたっていうところもあるけどもね、もう久喜とか、うん、海野とか、うん、頑張んなきゃやばいよね、ちょっと出番が難しいですね、うん、で渡辺陸がね2軍で出てるっていうところもあるからね、うん、はい、まあ、ここら辺もキャッチャーもねチャンスあるんだったらトレードっていうところもあってもいいかなとは思うけどね、はい、でも野手はやっぱりもう一択だね、リチャード、リチャード、うん、で高橋で、で古川、はい、でも全員2軍では結果どうしてるからね、はい、だそういったところでは、うん、まあ、チャンスあると思うね、これいいトレードできそうな気がしますね、できそうだよ、うん、そういった意味ではね、はい、もしね、うん、いい形になれば最後ね、うん、優勝争いに向けてこう楽天3連敗してるから、はい、一気にっていうところではね、うん、非常に、まあ、選手たちもねそしたら躍動する可能性もあるしね、はい、うん、皆さん、うん、どう思いますか、
はい、まあこれでね、うん、12個、はい、終わりです、うん、各球団終わりました。疲れたねちょっとお疲れ気味ですね。もう今から寝たい寝たい、うん、まあでも大型企画終わったね。はい、終わりました、うん、まだ次にはね、はい、向けて大型企画考えてるんで、ね、はい、新しいのまたやります、はいはい、さあなんと、はい、やってまいりました。やっと、はい、やっとです、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、はい、13話目です、はい、やっと移籍先を教えてくださるんですね。いや昨日もアベマの仕事に行って、はい、オールスターの、はい、そこで会った方が、はい、息子さんがすごい好きでサンタキチャンネル見てくれました、うん、13話目いつ出るんですかって言ってました。コアファン君コアファン13話目ってその単語知ってる時点でめちゃめちゃ 、うん、見てる方です。俺一瞬分かんなかったから、はい、え自分で忘れてるさすが今日ですよ13話目、はい、でもね、うん、14話目もあります、はい、ちょっとねその移籍先やっぱ人多いから半分に分けようってことだよね、うんうん、で今日は、はい、じゃあセリーグから、はい、独断と偏見で、はい、これパラレルワールドだから。そうです、うん、妄想ね、うん、コメント欄に、はい、いるいらない、うん、なしでトレードするんだったらこのチームの方がいいね。佐々木さんはあれあの選手はあそこって言ってるけど、うん、こっちの選手がいいんちゃうか、うん、もしくは自分たちのファンの人、うん、うちのチームで欲しいんだけど、はい、はいいけども、うん、いらないとかは絶対書くな、うん、ね。そうですね、うんうん、そんなのは口に出して言うことじゃない、はい、ポジティブの動画でやってんだから。そう俺らもめっちゃ今な、はい、みんなで俺だけじゃないからね、みんなで真剣にどのチームが合うかめっちゃ考えたんだからね、うん、どのチームだったら活躍できそうかっていうのをね、そう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 、でどのチームにとったらそのチームのウィークポイントを埋めれるか、うん、ひょっとしたら活躍できるんちゃうかっていうのをみんなで真剣に考えて、うん、はい、全員の行き先勝手に決めるって何みたいな。でもあれですね、やっぱり今ものすごく強いチームには、うん、なかなか移籍先ないですね。ないね、やっぱ余ってないからね、はい、やっぱ今でこっから大逆襲、うん、大逆襲始めるっていうところのね、ところを言ってますけども、はい、そうそうそうっていうところでまずは、はい、じゃあ巨人から、うん、巨人でね、うん、トレードに出してあげた方がいい選手っていうところで桑原、高橋、松原、北村、はい、終わられましたけども、うん、桑原投手、はい、移籍先が決まりました、はい、勝手に決まったというかいいんじゃないのと思ってる移籍先が決まりました、はい、楽天です。はい、やっぱり楽天今やっぱりそのねピッチングコーチを変えてでも、はい、ちょっと先発リリーフも含めて防御率が悪いんで、うん、ちょっとテコ入れするために、うん、やっぱ松勇気までどこまで持っていくかっていうところで、はい、ちょっと右はね、まあ、孫、うん、であとは酒井、はい、安楽とかね、うん、あとうちあと渡辺もいますけどね、はい、ここら辺でここらパチッとね、そうですね、もうちょっと層を厚めにしたりとかね、みんないいんですけど、うん、結構若くてこう経験が少ないピッチャーが、ね、多いので、うん、ここで桑原ね、はい、ちょっと入れてもいいんじゃないのかっていうね、うん、ところで経験値もあるし、そう、はい、続いて高橋由紀、はい、移籍先決まりました。決まりました勝手に欲しいところ結構ありそうですけどね、高橋由紀投手、うん、おすすめはね、はい、ヤクルトです。おお、あ、まあそうか、石川選手がいるんで、うん、こうチェンジアップさえ戻ってこればいいの、はい、だからそこで石川選手にを弟子入りして教えてもらって、うん、復活してヤクルト、あ、そこまで考えてるんですね。そう、俺はね、うん、そしたらもっともう一味にね、うん、プラスになるところあるし、先発が足りないとかだけじゃなくて、そういったところのさらに、そう、さらに良くなってっていうところでは、うん、俺はヤクルトがいい。あ、いいですね、うん、で続いて松原選手、はい、ね、DeNA か、うん、セーブ、おー、うん、まあ、DeNA もね今外野バカラが佐野、うん、でセンターが桑原、はい、でライトが、まあ、楠本だったりとか、うん、まあ、やらかしちゃった海老名とかが出たりとか、はい、うん、するけども、うん、まあ、オースティンがね、うん、怪我で出れないっていうところもあって、はい、あと上里とかね、うん、いるけどもね、関根ね、あ、関根、そう、関根選手がね、今年出てきたっていうのありますよね、うん、ちょっと落ちてきてんだよ、うん、ちょっとで、もし松原がうまくはまったら佐野ファーストっていうプランもいけるし、そうか、外が2軍に落ちたからね、はい、でそういったところではこのね、もう優勝に向けてもうワンピースっていうところで足も使えるし、外野にちょっとまだ余裕とか空きがあるよっていうところですね。だって競争相手増やしてね、はい、誰か落ちてきた時でも足りるように、あと怪我人が出ても足りるようにっていうところで、うん、松原 DeNA っていうところで、西武ね、はい、西武今もう絶賛ね外野競争中だから、そうなんです、競争してますね、でも金子も最近働き出してきてるからね
ね、働いてる金子だから、はい、働いてじゃん、働いてますよっていうことね。で鈴木翔平でしょ、はい、今結構いいとこ打ってますね、うん、ではあの昼間もね、はい、いい感じでできてるから、うん、あとやっぱ走行じゃん、うん、走行走りも使えるからね、はい、そういったところでは、まあ、西武もワンチャンヒットしやすいんちゃうかっていうね、うん、はい、で北村、はい、で右、うん、大砲系、うん、日本ハムで、おお、まあ、野村がね、はい、二軍落ちしたりとか、うん、もう若干ね、まあ、うん、あの前回の動画でも言ったけど1割台ばっかりだからほぼほぼね、はい、そういったところではこの北村のね、うん、この右の、うん、であとはもうあのね伸び伸び野球でどこまで座っていける か、はい、だから太田大志みたいにね、はい、巨人から日本ハム行ってこうなる可能性もあるんで、うん、北村日本ハムどうかなっていうね、はい、ところでまずこのねジャイアンツから両選手、うん、いいと思います、うん、で続いて、はい、中日から、はい、ビシエド福田橋本岡野で言ってますけども、はい、残念なお知らせがあります、はい、福田選手、うん、もうトレードに出してあげなくても大丈夫です。全然残念なお知らせじゃないじゃないですか。いいことじゃないですか、それもね、うん、あのこの前提は、うん、使わないんだったら、うん、出してあげた方が活躍するからいいんじゃないよ、だから、はい、使うんだったら、うん、いた方がいいじゃん。そうですね、うん、でしかも福田いい形で打ってたりもするしね、うんうん、だから福田はもう、はい、残留で残留で。あの前の動画で、うん、長政さんって言っちゃってたの、信政さんでしたね。そう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 、はい、誰だよそんな間違えて。どれですかね。信政だからね。信政ですよね。信政、まあ、ちょっと字がね長いっていう時間になってるからこう、ね、信政信政、はい、そう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 。でビシエド、はい、まあ、ビシエドもね、うん、今使われてるからね、うん、あのままもし2軍落ちてたなっていうところで、うん、フィットしそうだと思ったのはやっぱ楽天か、はい、やっぱ日本ハムっていう、うん、ビシエド9番じゃん、はい、9番いるからね、うん、マルティネスもいるし、そうですね、うん、であと楽天、はい、いや確かに外国人いないから、そうなんです、うん、もうここ数年、うん、いい外国人がなかなか当たらないというところがあって、うん、でもいいかなと思ったけどずっと落ちないから、はい、そうね、もうじゃあそのままドラゴンズがいいんじゃないのっていうっていうのもありますけどね、そうそうそう、うん、だからもし仮にね、はい、と思ったらね、うん、で次橋本選手、はい、左、うん、これはもうねヤクルトです。おやっぱヤクルトね、リーフ田口が左いないから、はい、今レインボーヘアしてたからね、オールスター、この髪すごいですね、2日かかったらしいよ。へー、だってその前もヤクルト最終戦だって金髪だったからね、うん、あれかな、金髪にして色入りやすいようにしてた、するために金髪にしてたのか、そうじゃないですか、ね、もう最初からその準備だったんですよ、準備してたのかな、はい、おい、細かいなー、持ってるなでも一人しかいないから、はい、で、あの山本もね、言ってたけどちょっと打たれたりしたりなんかして、うん、はい、だから橋本、うん、左、うん、いないからね、はい、っていうところ で、うん、であとね岡野、はい、岡野はねソフトバンク、ソフトバンクですか、岡野は青学なのよ、うん、そうです、だから小久保さんは青学やから、はい、もうザ学抜で、あ、そこでですか、うん、でしかもソフトバンクもちょっと今ね怪我人もいっぱい出てきて、またいや、そうですね、投手陣火の車だから、うん、岡野は前も後ろもどっちでもいけるから、うん、そういったところではちょっとねフィットできるんちゃうかっていう、うん、逆襲の ね、続いて DeNA、はい、DeNA はね京山、橋本、田中、千野、うん、京山、はい、これ前も後ろもできるわ、うん、これもうね、楽天に、はい、やっぱり投手陣やっぱ挽回した方がいい、うん、ほんとそうです、うんうん、坂本、うん、坂本、左、うん、はい、ソフトバンク、ソフトバンクですか、やっぱあの前も左もいるから、うん、まあそうか、今ピッチャー陣っていうところでね、そうそうそう、挽回した方がいいかな、はい、で、しかもなんかで、しかもね、全部楽天にすると、はい、ピッチャー全部楽天にするからそうですね、そこちゃんと考えるってるから、はい、こっちもね、はい、このフィットしやすい選手の傾向っていうね、うん、で続いてね、田中、うん、はい、巨人、え、戻りですか、そうそうそう、はい、戻った方がいいじゃん、そうですか、東海大やしな、うん、うん、でしかもそんな言うほどな、巨人も内野万全なわけでもないしな、そうですよ、うん、うん、だからもう一回ジャイアンツ、おお、あ、まあそういうところで、そう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 、うん、カンバックつ、はい、だから長野もな、広島から帰ってきてるし、はい、だからもう田中も巨人もう一回バックで、そうそうそう、はい、ラストチャンスね、うん、行ったら、で千野、はい、千野ね、ロッテ、ロッテ二軍でも2割7分ぐらいホームラン5本打ってるの、はい、だから長距離砲で、うん、右でパンチ力あるから結構ありそうですよね、石川だってロッテに来て今 4,5 割打ってんだよ、はい、来てね、うん、だからもう千野もロッテに来てる、ね、右の大砲系そんなにいないから、しかもまだ若いですしね、そうそう、で内野でしょ、でサードとかも内野全部守れるから、あー良さそう、うん、
だからサード、ファーストもいけるし、うん、あいいですね。でパ・リーグは DH もあるし、はい、でキャッチャーのところ代打もいけるし、うん、もちろん。あすごいフィットしそう。そうそうそう、うん、俺いいんちゃうかっていう、はい、ただだって海のこっちとこっちだけだから同じ海沿いで、ね、まあ球場からこうやって双眼鏡で見た横浜スタジアム見えんじゃん見えんですか。え見えるわけないビルビルで隠れてるわあれは見えるかもしれないよ、うん、ランドマークとかは見えるかもしれない、ね、はい、横浜ね、うん、で続いて阪神、はい、阪神から糸原、うん、移籍先決まりました、はい、ソフトバンクです。おお、ソフトバンクか。サードショート、はい、どうでもいけんじゃん、うん、でまあ栗原とか今宮とか三森、うん、頑張ってるけど、はい、バックアップメンバーとして、はい、うん、でソフトバンクももし怪我人出たらちょっと後ろ薄いからね。そうなんですよね、うん、なんか怪我がちですもんね、やっぱり皆さんね。そうそうそう、俺はソフトバンクいいんちゃうかなっていうね、うん、で高山、はい、高山はねヤクルト、お先生がヤクルトがいいって言うと。でもついにやっぱ神宮やから、はい、神宮の星やから、もう一回ヤクルトに帰ってから、はい、か、はい、伸び伸びとノンプレッシャーで日本ハム、うん、はい、エゴシもね、はい、日本ハム行ってから良くなってきてるから。日本ハムでそんなにノンプレッシャーなんですか。ノンプレッシャーなわけじゃないけど、はい、だからその一戦守ったら俺は伸び伸びだと思う。どっちかっていうと昭和か、うん、令和かって言われたら令和じゃん。令和ですね、当分令和ですね。でもあの、うん、隠蔽中にグローブとか取っちゃうと怒られるよ、うん、それもう一気に、ね、でも思い切ったね、はい、思い切ったプレーができる可能性があるから、うん、日本ハムもね、ワンチャン、うんうん、ヤクルトもハマりそうですけどね、うんうん、そうですね、うん、厳しい感じで変わらない、うん、真中監督とかあのドラフトの時の真中さん臨時コーチで読んで、はい、高山さん、はい、あ確かに、うん、俺が引いたからっつってあの時僕が引いたからっつって、はい、で続いて秋山、はい、秋山はオリックスかソフトバンク、先発で、はい、まあ、ソフトバンクはね、まあ、人がちょっと足りてないっていうところもあるし、うん、オリックスもさらにね、うん、最後もう一人いないからね、オリックスも最後もう一人ピースがいないから、うん、そこを秋山でっていう。楽でもいいと思うな。楽でいく、うん、全部さ、ピッチャー全部楽でそうですね3つからなどんなまあでも全員が行くわけじゃないからね、はい、うん、でもあのベテランすぎず若すぎずの先発って今あんまりないんですよ、うん、若いかもうちょっとベテランかなんですよ。じゃあ楽でする、もういい、もういいと思うよぐらいな感じ、うん、はい、で、続いて最後か、はい、広島、うん、野手はいなかったんですけどね、はい、伊調か、うん、伊調かはね、はい、巨人、巨人、うん、いや戻そうってそうですねまたバックですか巨人に。そうそうそう、うん、別に長野も頑張ってるしな、はい、うん、この前代打で打ったしね。で別にね、そんなね、巨人だって別に全部は全部埋まってるわけじゃないからな、はい、そうです、うん、で、岡田、はい、もう巨人、うん、巨人フィットするんちゃうかっていう、はい、で、矢部田、うん、ロッテ、ロッテ、うん、じゃあ吉井さんにもう一回テクニカル部分を修正してもらって、うん、生まれ変わろうっていう、はい、あー、まあ吉井監督にね、見てもらおうっていうね、うん、そう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 、そう、うんうんうん、これがね、はい、セリーグ、はい、全員これなんか、うまくトレードできるとことかないんですかね。それはね、はい、14回目です。あ、そうですね、パリーグの方もあるから。あ、そうだそうだ、はい、それ14回目です。それ見ていきましょう、うん、はい、だからあのね、どの選手とどの選手をもしかしてうまくいくとかあるかもしれない。これ妄想だからね、はい、パラレルワールド。そうそう、真剣に、はい、真剣に怒んないで、はい、そうですね、はい、では14話目お楽しみに。さあ、14話目です。はい、やっとこのシリーズ終わります、はい、終わりだね、はい、14話もやってきたんだね、はい、ということでね、うん、今日はパリーグの、はい、選手をね、だからね、前回の動画でも言いましたけど、うん、いらないとかいうネガティブなコメントはやめてください、はい、ポジティブなね、まあ、こっちのチームの方がビットするんちゃうかとかね、うん、そうですね、っていうコメントはいいですけどね、うん、はい、はい、まあ、どの選手、この選手はどこのチームに行ったらまあフィットするんじゃないかっていうのをね、うん、そうだね、私は考えて、うん、はい、まずはロッテから、はい、井上誠也、はい、ね、移籍先決まりました、はい、はい、妄想ですけど、はい、パラレルワールドです、はい、DeNA か広島です。おー、セリーグに、うん、やっぱりまあ、ファーストも DeNA いないもんね、カチッと外が2軍落ちたっていうのもあるし、はい、あとまあ代打、うん、右の代打っていうところで一発ある、はい、左はね楠本とかいるけど、うん、右っていうところで、あと広島、はい、広島は代打の右だ、うん、ドーバイスとかねいるけども、まあ、マクブルーム、うん、あとデビッドソンもやっとちょっと打ち出したけどね、はい、
ちょっと外国人不発になる時あるから、うん、その時のための補強というところで、はい、しかも井上って多分広島じゃん。そういや、あ、出身が広島なんですか。ほら広島じゃん、うん、出身地、おな、総督だからいいや、はい、ちょうどちょうどよかった、そうですね、うん、カープ、あ、本当だ、広島市出身だ、うん、で続いてね、はい、平沢、はい、平沢はね、うん、ドラゴンズ、ドラゴンズ立浪さんにバシッと、はい、おお厳しそうで、だって2軍でも打ってるからね、うん、でショートもそんな、まあ、リュークとかね、うん、いるけどパチッと埋まったわけじゃないじゃん、はい、っていうところで平沢、うん、一時ね、うん、ドラゴンズが平沢欲しいっていう噂もあったから、うん、そうです、あと楽天、はい、地元に帰って、おお、でもイースタンでボコス打ってるからね、いや、そう、3割以上打ったりするしてますもんね、うん、うん、そういうところではセ・リーグ、中日、うん、あとはまあね、ヤクルトもいいかも、ちょっと今長岡苦戦してるし、はい、竹岡で平沢、あ、その後もしかしたらハマれる可能性ありますね、そうそう、で外野も守れるしね、うん、だから平沢、ヤクルトでもいいね、平沢ね、行き先ありますね、佐々木千早、はい、楽天、おっ、あー、でもいい経験値のあるリリーフで、うん、先発リリーフどっちでもいけるからね、あ、めっちゃいいかもしれない、空いた方にね、はい、若干サイド気味で、うん、あと阪神、だって阪神も佐々木千早ドラフト行くんちゃうかって言われてたから、はい、行かないで大山行ったんだもんね、うん、あ、ってみんな言ってたけど、まあ、大山よかったやろっていう金本さんのな、はい、ナイスチョイスで、はい、佐々木投手欲しいところいっぱいありそうだな、うん、で前も後ろもできるからね、はい、そういったところでは楽天阪神ワンチャン面白いんちゃうか、うんうん、であと鈴木中村、はい、こう左投手、うん、ヤクルト、おヤクルトやっぱ左おらへんから、そうですね、うん、石川投手とかね、うん、後ろが田淵しかいないから、あ、そうだ、そういったところで言うと、ね、リリーフでもハマるし、うんね、っていうところでは、うん、いいんちゃうかっていうね、はい、で東條、うん、東條はねサイドスローリリーフ貴重だからね、はい、そうですね、日本ハム、広島、阪神、うん、日本ハムに行って、はい、アンダースローを教えてもらった、アンダースローチャレンジって言って、はい、ちょっと鈴木もな、そうですね、今若干ちょっと落ちてきてるけども、うん、サイドでもしうまくいかんかったら、はい、最後ワンチャンアンダースって、うん、鈴木方式で、はい、立山さんのサイドですかね、うん、そうそうそう、でそこで教えてもらって、うん、いいね、いいね、いいね、立山さん伸びる可能性ありますね、そう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 、うん、リリーフでな、はい、であと広島、はい、広島もサイドのリリーフとかいないから、うん、そういったところではリリーフの集めするために優勝を目指すために、はい、で阪神、うん、阪神もサイドおらんやん、今ちょっとリリーフバタついてるしな、うん、ちょっとね、枚数欲しいですよね、はい、いるに越したことないからな、うん、左、お、いいですね、左じゃない、サイド、はい、で続いて楽天、はい、湯気、うん、塩見、はい、と左、はい、ヤクルト2人ともヤクルト、やっぱだって、うん、塩見はもともとヤクルトドラフト行ってたからね、はい、あ、そうなんだ、そうそう、そっか、ゆうちゃん外して塩見外して山田哲人だよね、はい、確か、うん、でもやっぱ先発っていうところではいいですよね、うん、ヤクルトでリリーフもやっぱりさっき言ったように左がいないから、はい、もうここら辺は、ね、フィットしやすいんちゃうかっていう、うん、あ、すごいフィットする気がする、うん、あとボギーはね、はい、DeNA か広島、 DeNA ですか、 DeNA は先生の情報で、うん、やっぱ宮崎がいなくなったら困るっていう、だから今宮崎も出たり出なかったりするからな、そうですか、強打を回したりしてる、はい、でサード林とかな、前だったら、うん、だからそうバチッといないから、そうですね、茂木がね行けばバックアップメンバーも、何かあった時のバックアップメンバーショートもサードも、うん、できるから、うん、そういったところでは茂木がいいんちゃうかっていう、うん、まあ、高校もね横浜の方でしたしね、うんうん、で楠本がもしなライトで出てたら代打もいけるしね、茂木もね、そうですね、うん、であとね、広島、はい、広島もあの、まあ、デビッドソン出てるけどいない時、うん、サード田中康介、ショート小園とか出てたから、はい、でそこで茂木、まあ、が入れればっていう、うん、でもし松山がファースト入れたら、うん、ちょっと代打が薄くなるから茂木代打っていうところもあるから、はい、で最近ちょっと怪我人も多くなってきてるから、うん、ワンチャン茂木もや広島面白いんちゃうかっていう、はい、パンチ力もありますからね、うん、で田中和樹、はい、阪神かスイッチだからね、はい、それ落ちです、まあ、近本も若干今怪我していないから、はい、まあ、もうすぐ戻ってくるだろうけどね、足もあるし守備もいいですよ、うん、で代打もあるしな、代打のちょっと成績で阪神悪いしな、だから弱んちゃん田中和樹いいちゃうかっていう、楽天でもね出てはいるんですけどね、うんうん、で続いて、はい、西武、はい、田村、うん、巨人ソフトバンク、おーソフトバンクも燃えねるな、怪我していなくなるしちょっとリリーフを厚くしたいっていうところと、うん、巨人もさらにねリリーフ投手陣もうバンバン使いまくってるから、うん、数絶対いた方がいいからね、うん、次浜谷、はい、左、ここもソフトバンク一緒一緒、これあの鹿児島出身だから、あー九州で、もう九州だから、はい、左もそんな、ね、バンバンいるわけじゃないし、はい、いいんちゃうかっていう、うんうん、でね川越、はい、川越はね中日がフィットするんちゃうかと思ってね、ああそうですか、うん、やっぱ中日がいい感じで、やっぱ長打力ある左がいないから、うんうん、
まあ、こうちょこまかはいるけど、はい、代打で一発でね、宇佐美とか福田で代打良くなってるけど、やっぱ長打力のある左が外野でいないから、うん、俺は川越はね、やっぱ中日が一番ヒットすると思う。すごい言い切りますね、うん、中日以外ないと思う。そうですか、うんうん、言った方がいいと思う。言った方がいい。もうこれ前の動画で、うん、今オールスターブレイクですけどって言ってますからね。言ってた。妄想の世界だからこれ。そうですね、妄想の世界だから中日にフィットしそうですね、うん、まあでも頑張ってほしいよね。そうですね、うん、このチャンスをね、はい、ポジティブに変えてね、うん、で次ウーネンティ、はい、なぜかね、うん、ウーネンティだけがひらがなとカタカナで書かれてんだけど、ウーネンまでひらがなでティンだけカタカナで、何ウーネンティンって何やの。何やバレンティみたいに活躍してほしいって思いからティンを。あ、そうなの、はい、でもウーネンティはね、移籍先で広島、まず。おー、まあ、ファースト、サード、まあ、セカンドも守れるし、はい、でまあ、代打もあるし、うん、っていったところでは俺はもうピッとめっちゃします、うん、あとね、日本ハム、日本ハムもファースト、サード、はい、もうセカンド守れるから、うん、もうチャンスあったら結構いいと思う。良さそうですね、育成にワンボールあるからね、その話もあるし、うん、で、DeNA、はい、DeNA もファースト、サード、セカンド守れて、うん、だそこの宮崎の後釜だったりとか、うん、代打もいけるから、はい、この3チームいいよな。フィットするとこ結構ありそうですね。あるある、結構あると思うよ、うん、正直ね、はい、あのソードバンクでも俺面白いんちゃうかと思うけどね。あー、うん、サード、ファースト、セカンド守れるって結構な、うん、でかいよね。そうですね、うん、セカンドもできる、うん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 、オリックス、はい、吉田亮、はい、楽天、お楽天。やっぱリリーフがまあそうなんですよね、うん、まあ、やっぱりやっぱちょっと投手陣は楽天が多くなってくるんだけど、うん、でも全員動けないからね、はい、これ楽天って言ったら全員言ってたらとんでもないことだ。ピッチャーみんなね、うん、はい、続いてでウルシャラ、はい、これで広島、うん、まあ、パワーピッチャー島内とかね、はい、まあ、栗林も良くなってきたし、はい、で、あの矢崎ね、うん、で、ターリー、うん、で、まあ、大道、はい、うん、もう良くなってきたけども誰か一人かけても困るからね、うん、で、近藤、うん、大輔、阪神、阪神、まあ、大阪横だから、でパナソニックも吹田で大阪だから、はい、もう近畿で頑張ってもいい。関西地区だけでの移動で、そう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 、はい、でリリーフもね、うん、集めました方がいいしね、うん、やっぱり昨年の浜地、湯浅、はい、岩崎、うん、ちょっと欠けてるからな、そう、はい、バランスがね、うん、であと、ね、山足、はい、山足はね西武か、うん、まあ、西武、まあ羊羹も言ったけど、うん、なかなか羊羹もね一軍上がってけへんしな、はい、いうところでは、まあ、山足もね2軍ではしっかり打率残してるから1軍でっていうところと、あとはロッテ、ロッテですか、まあ、大下がいい感じで今2軍行っちゃったけど、はい、いい感じで来てて、うん、で右のパンチ力あって内野複数守れるっていうところではね、うん、フィットしやすいからね、はい、いいんちゃうかっていう、ね、おでソフトバンク、はい、古川、楽天。え、戻ってくる感じですか。だから出世魚的な、うわあ、3球団経て楽天にまた戻ってくる。でいいじゃん、うん、だからどんどんレンタル席みたいな感じで出世して、はい、うん、力つけて最後は戻ってきた。あ、でも今ね、いい年齢にもなってきて、そう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 、良さそうですよね、うんうん、で、高橋で、はい、阪神、あ、アンダースローね、はい、しかも前も後ろもできるしね、うんうん、大竹だってな、はい、阪神ってキュッていきなり来てるからね。そうですね、うんうん、正直、はい、あとリチャード、はい、リチャード楽天、あ、でも確かに、うん、うん、そういう系はちょっと欲しい気はしますね、うん、あと日本ハム、うん、やっぱこう伸び伸びと、あ、合いそうですね、大きく行こうみたいな感じで、合いそうや、見ちゃうと、うん、日本ハム、なんかこうちょっと万波選手とかああいうとことすごいいい雰囲気でね、うんうんうん、切磋琢磨しそうな気がしますよ、うんうんうん、いい感じでな、うん、サード欲しいですよ、ジェームズ、うんうんうん、そうですね、うん、もしくは DeNA、 いいと思いますけどね、ポテンシャルめちゃめちゃありますもんね、うん、二冠王やしな、うんうん、でもチャンスあるよね、あります、あります、うん、さあということでですね、日本ハムとヤクルトまだ取ってなかったというところでですね、今日サザエがしっかり取ってお伝えします。まあ、日本ハムね、清水選手はですね、まあ、打てるキャッチャーっていうところで、現在バッティングっていうところをメインところに、まあ、ちょっと苦労してるかなっていうところではロッテなんてどうでしょうかね。まあ、あの加藤選手をね、無保証でね、トレードでドラゴンズに行ったっていうところで、まず頭数がね、ロッテのキャッチャー陣少ないっていうところもあるんで、しかも打てるっていうね、右でっていうと、なかなか今ロッテの野手、捕手陣もね、打てないんでね、そう考えてみると清水選手のね、バッティングっていうところではロッテでは行かせるんですが、数もね、ちょっと足りないっていうところでは清水選手、ロッテ、どうでしょうか。ね。続きまして、立野選手、まあ先発でもリリーフでもできるってね、まあ今一軍に上がってるんでね、使うんだったらね、日本ハムでいた方がね、絶対いいと思いますけども、
もし使わないんであったらね、このチームどうでしょうかっていうところではですね、まあ、まずはやっぱりね、ロッテね、西村選手もね、日本ハムからロッテに移籍して、めちゃくちゃいい感じになったんで、まあ、あの佐々木朗希選手もいなくなってね、ちょっとリリーフもバタついてるっていうところと、あとリリーフ結構使うんでね、休み休み使うっていうところではやっぱ数もいるんで、そこにね、パトニス選手っていうのはね、ぜひどうかなっていうところと、まあ、もう一つのね、球団で言うとするならば、まあ、そうですね、楽天なんかね、どうでしょうか、先発をしようっていうところでね、右ね、最近ね、若手の、ルーキーね、渡辺選手、鈴木空選手とかもね、いろいろ頑張ってますけどもね、まあ、頭数っていうところでは、立浪選手、楽天っていうところもね、面白いんじゃないでしょうか。皆さんどうですか、ね、ついでヤクルト、ね、ヤクルトもまだ出してなかったんで、ここに来てね、まずはですね、ピッチャーで言うと、原樹里ね、原樹里投手ね、まあ、今、あの、2軍で今年1軍まだ登板ないですけども、まあ、先発もできてっていうところで言うと、いい感じで言うと、まあ、ソフトバンクなんかね、どうでしょうか。ピリッとね、するところで一発っていうところではね、ソフトバンクも、面白いと思いますし、日本ハムなんかもね、面白いんじゃないのかなっていうところはね、原樹里選手、思いますけどね、いかがでしょうか。そして続いてキャッチャー、松本選手。ね、松本、こちらも打てる捕手っていうところでは、ソフトバンクどうでしょうかね、松本選手ね。やっぱ今ね、ソフトバンクもね、まあ、甲斐がスタメンから外れたりっていうところで、なかなかね、うまく回ってないっていうね、FA で来た南選手もうまく回ってない、ね、他の海野選手など含めてちょっと打つ方にもなかなかっていうところでは、若い松本選手ね、打つのもあるしね、キャッチャーっていうところでも、ソフトバンク、結構フィットしてね、松本選手のソフトバンクはいいんじゃないかなと思いますけどね。さあ、続いて、大下選手。大下選手はね、広島どうでしょうか。広島出身っていうところもあるし、カープね、サイドスロー、リリーフも含めて、右のサイドスローってあんまりいないような気がするんでね、ここら辺ね、いい形でフィットしていくんちゃうかっていうところで、やっぱここからね、優勝に向けて一気に行かなきゃいけないっていうところではね、大下選手ね、これどうでしょうかね、補強っていうところではね、トレードに出してあげた方がいいっていうところではね、どうでしょうか。そして、続いてもう一人がね、太田選手ね、内外野 UTT 様あってね、左っていうところでね、いい形の活躍できるっていうところで言うと、オリックスどうでしょうか。オリックスいいような気がするんだよね。左でいろんなとこも守れて、外野も守れてっていうところでは、いい形の出番っていうところがね、ひょっとしたらあるんじゃないのかっていうところで、太田選手のオリックスはね、結構フィットしそうといいかなっていうところもあるし、広島どうでしょうか。広島もいいんちゃうかっていうね。結構今菊池選手もねバタバタしてるし、西川選手も今いないっていうところで、左で結構高打率2軍では残してるんでね、1軍でパッとなっててね、思い切ってっていうところではね、どうでしょうかね。佐々木がちょっとね、ヤクルト日本ハム戦ね取れてなかったんで、今日ねどこのね、皆さんもぜひね、この選手このチームがフィットしやすいんじゃないのかなって、うちのチームに欲しいなっていうね意見もあったら、ぜひぜひお寄せください。さあ、ということで14回回ってけど、はい、じゃあどこと誰を変えるかやろ。はい、なんかこううまくフィットするところあるかな、探しましょうよ。うん、どこやろな。あ、ある見つけた。楽天からいいですか。うん、森選手と、うん、DeNA 京山選手、いいんじゃないですか。お、いいじゃん、いいで。じゃあそこだね、そこ完成だね。もういけます、いきますよ。うん、うんうん、じゃあそこだね、まず、はい、だこれで当たってるとこだね。うん、あ、うん、西武田村と巨人松原。あ、いいんじゃないですか、ね、うん、うんうんうん、ロッテ井上と DeNA 千野。ああ、なんかちょっとタイプ的にはあれですけど、いいけどね、うんうん、でも環境を変えたら2人とも良くなるっていうのありそう、うん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 、ロッテ井上と広島矢蓋。ああ、あ、それもありですね。ね、うん、あ、 DeNA 田中俊太と巨人松原。うん、糸原対高橋で、ソフトバンク、もしくは秋山と高橋で、うん、お、いいんちゃう、秋山と高橋でいいんちゃう、ソフトバンクと阪神で、秋山と楽天田中和樹っていうのもすごい、じゃないですか、結構ビッグなトレードに、こんな感じかな。あ、そんな感じですね、うん、マッチしてんのはね、はい、勝手にね、うん、勝手にトレードしちゃったっけ、ね、はい、勝手にトレード行っただけでパラレルワールドで、うん、この中でね、はい、会うとこ同士でみたいなね、うん、感じで言うとね、はい、まあということでね、うん、まあ、14回ね、はい、まあ、妄想話ですけどね、はい、終わりましたけどもね、うん、まあどこがまだ期間ねあるからね、うん、
ですか、ここからまたあと 1,2 件ぐらいひょっとしたらあるかもわかんないから、ね、はい、でし今出してた選手って正人さんがもっともっと活躍できる可能性があるよっていうすごく期待をかけてる選手っていうことですからね。そうそう、使えばいいんじゃないのって言ってる人だから、うん、チームでだから福田とかは使ってんだったらじゃあいいかってなっちゃう、うんうん、あとでも昨年もシーズンオフにあるという例もあったからね。あ、そうですね、あ、そう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 、そうなんですよ、うんうん、現役ドラフトに乗るパターンもあるからね。そうなんですよ、 ありますね、うん、どうなるかわかんないですよ、ね、わかんない、はい、うん、しかもその上げた選手がね、はい、今だって大竹と細川でオールスター出てんだから。本当ですよ、上げてるメンバーがだよ、うん、トレードに出してあげた方がいい選手って言って、うん、オールスター出てんだよ、はい、だから今度からもね、またオールスターに出る選手が出てくるかも分かんないからね。細川選手ね、ホームランダービーもね、仲良かった、あれね、すごかったしな、うん、ね、はい、さあということでね、うん、全シリーズ終わりです、はい、はい、それではまた新しいシリーズでお会いしましょう、はい、はい。